ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ふい、昨日の夜から苦戦し続けた謎々がようやく解けたわ。お、すっきりしたな。謎ってのはそれ自体にも面白みがあるが、やはり答えを見つけた時が一番心躍るものだ。ちょうどいいし、今日はさらなるスッキリを求めて、近年解明された世界の謎を6選紹介していくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、謎多き民族の正体解明に近づいた。エトルリア人の起源。トップバッターはエトルリア人の起源だぜ。エトルリア人とは紀元前7世紀から15世紀までの間、イタリア半島中部に住んでいた先住民族だ。彼らは高度なエトルリア文明を築いて繁栄したが、徐々に古代ローマ人と同化し消滅したんだぜ。別の動画で出てきた名前よね。おお、よく覚えてるな。未だに解読ができていない謎の言語エトルリア語を使用していたとして以前紹介したことがあるぜ。さてそんなエトルリア人は高度文明を築きつつも、言語だけでなくその起源までもが謎に包まれていたためにイタリアでは有名な存在だったんだ。高度文明を築いた謎の民族、有名にならないわけがない。これまでにも過去の研究から彼らがアナトリアかエーゲ海の移民の子孫であるとする説や、イタリア半島土着の民族である説など様々な仮説が立てられてきたぜ。しかしどれも確証には至らず長らく彼らの起源は謎のままとされていたんだ。だが、なんと2021年に、とうとうこの謎めいた民族エトルリア人の起源が解明されたと報じられたんだよ。ほう、すっきりタイム来た。まず今回この謎を解明するにあたって、ドイツのマックス・プランク研究所とフィレンツェ大学の国際チームが大規模な遺伝子解析を行ったんだが、この解析にはイタリアのシエナ、ナポリ、ペッザーラ、パドバの各大学も協力していたため、かつてない最大規模のものとなっていたぜ。逆にこれだけの規模じゃないと解明できないってすごいな。謎の深さを痛感するよな。こうして多くの協力のもと、国際チームは遺跡から発見された紀元前800年代から紀元前1000年代にわたって、イタリア中南部に住んでいたエトルリア人82人の DNA 解析を行ったんだ。その結果エトルリア人の遺伝子はローマ近くに住んでいたラテン人に似ていたこと、そしてゲノムの大部分が青銅器時代にユーラシアステップから来た祖先に由来していることが判明したぜ。すごー、答え出ちゃったよ。これによりかつて立てられていた仮説は一気に覆され、エトルリアに関する研究は新たな一歩を歩むこととなったぜ。ただ、謎の言語であるエトルリア語については新たな謎が増えてしまったんだ。というのも、ヨーロッパステップから来た祖先は現在世界で話されている英語を含む、インドヨーロッパ語の普及に貢献したとされているんだよ。ほんほん、現在の主要言語を広めたわけね。ああ。そのため本来ならば彼らを起源とするエトルリア人の使用した言語は、インドヨーロッパ語に属しその拡散を手助けした言語であるはずなんだが、なぜかエトルリア語は非インドヨーロッパ語なんだよな。いやどうしてそうなった？これがさっぱりわからず、研究者たちですら困惑していたぜ。また解析の結果エトルリア人の遺伝子はローマ帝国との接触により変化していたことも明らかになったんだ。彼らは歴史的事件に関連した様々な民族と時期ごとに混血しており、ここから当時のローマ帝国では社会経済的かつ地理的な人々の移動が大規模に行われていたことが示唆されたぜ。はい、DNA から歴史も紐解けちゃうのね。謎の民族の DNA が当時のローマ帝国が担った役割をあらわにする、なんともロマンある話だな。こうして謎多き民族エトルリア人は、起源の謎を解明されたことにより当時の姿を少しだが明らかにしたぜ。とはいえ言語に関する謎は解明されるどころか深まっているため、今後もさらなる研究が期待されているんだ。解明されるロマンと謎のままなロマン、一度に二度おいしいとか最高すぎるって。2、1世紀近く見つけられなかった謎の神殿。アルテミスの神殿。お次はアルテミスの神殿を紹介するぞ。アルテミス神殿というと世界の七不思議の一つにも挙げられるトルコ西部の神殿が有名だが、今回紹介するのはそれとはまた別でギリシャのエディア島に存在している神殿だぜ。ほうほう、同じ神を祀った場所なんてなんぼでもありますからね。まずこれまでに発見されている様々な古代文献により、紀元前8世紀以降に栄えた古代エレトリアの近くには重要なアルテミス神殿があることがたびたび示唆されていたんだ。この古代エレトリアが位置していたのが現在のエディア島だぜ。そのため19世紀頃からエディア島付近ではこのアルテミス神殿の捜索が続けられていたんだが、なぜかいくら探しても神殿を発見することはできていなかったんだよ。実在するかわからない謎の神殿になってたわけね。そういうことだぜ。一応19世紀の時点で文献の内容から神殿の置かれた場所がエディア島のアマリントスという村であること、村まではエレトリア城壁から7スタジオンの距離であることまでわかっており、かなり念入りな捜索がされてはいたんだが、どうにも実物だけが発見できなかったんだ。何それ謎すぎない？
そこから数十年の間は文献の見直しや新たな候補地の選定などが行われていたんだが、1970年代にとんでもない説が提唱されたんだよ。それが、実は19世紀の捜索時には翻訳ミスのせいで神殿を発見できなかったのではないかというものだぜ。なほな。誰もがそう思ったぜ。しかしこれがドンピシャ大正解だったんだよ。まず19世紀に捜索隊が参考にしていたのは、過去に距離計算を行った歴史家が残した本をさらに現地の言葉に翻訳した本だったんだ。そしてこの翻訳本内では、もともとは発音通りに記された数を翻訳者がアルファベット文字に置き換えて記したと考えられているんだ。おそらくは読みやすいよう通常使われる数字に置き換えたんだろうが、これがまずかったんだよ。というのも翻訳本に書かれていた7という数字は原文の文字に戻すと引いたという文字になるんだ。見慣れない文字、これは7に置き換えて正解だったんじゃ。しっかり置き換えられていれば問題なかったぜ。だが、なんと原文に使用された言語にはこれとよく似たクシーという文字が存在したんだよ。これは数字の60を表す文字だぜ。翻訳者さんまさか。そう、おそらく翻訳者はこのジータとクシーを間違えて翻訳してしまったんだ。つまり本来算出されていた距離は7スタジオンではなく60スタジオン。そりゃどれだけ探したって見つからないわけだよな。謎が生まれた理由性もなさすぎる。この仮説をもとに再度捜索を行ったところ、見事アマリントス村の丘の麓でアルテミス神殿を発見することができたんだ。ただ当時の技術では発掘しきれず、結局発掘された遺物などから、そこがアルテミス神殿であるという確証が得られたのは2007年以降のことだったぜ。実在したロマンはすごいけど原因のインパクトが強すぎて困惑するわ。まったくだな。こうして1世紀近くもの間謎の存在と化していたアルテミス神殿は2007年以降にその実在がようやく認められ、なぜ発見できなかったのかという謎も解明されたんだ。2012年には神殿の構造も明らかになっており、続々と当時の信仰や生活を明らかにする遺物も発見されているぜ。解明後は考古学的ロマンまで提供してくる。ただ神殿はかなりの規模があったと推測されており、全体像に関しては未だにつかめていないのが現状だ。まだ発見されていない遺物も多くあるとして調査は続けられており、その結果によっては今後さらなる謎やロマンが生まれる可能性も高いぜ。まだ楽しませてくれるの最高か。3、歴史を覆すと言われたオーパーツの真実。カブレラストーン。お次はカブレラストーンを紹介するぜ。カブレラストーンとは南米ペルーの内海が所有する1万5000点以上にわたる彫刻石のコレクションだ。石には無数の絵が刻まれているんだが、中には恐竜と人間が共存しているような絵もあり、オーパーツとして有名になったぜ。おお、歴史に新たなページも刻んじゃう。カブレラストーンは1961年に起きた数十年ぶりのアンデス地方大豪雨の際、増水した川が砂漠の砂を押し流したことで地表に出てきたところを地元農民に発見されたものなんだ。石には恐竜の他にも高度な天体観測や外科手術の様子、南米には生息するはずのない動植物が描かれていたため一躍話題となり、現在の所有者である南米ペルーの内海が熱心に収集を始めたんだぜ。ワクワクしかしないのよ。しかもこの石は1967年にペルーの企業によって年代鑑定にかけられたんだが、その結果1万2000年以上前に作られたものであるということが判明したんだよ。またその後ペルー文化研究所でも年代測定が行われたんだが、こちらも大変古い時期に掘られたものであるという結果が出たんだぜ。正真正銘世紀の大発見じゃん。当時世間も色めき立ち、これが本物なら歴史を覆すとんでもない発見だと口々に言い合ったぜ。真偽のほどは謎だが年代測定で古代のものと出ている以上、これは本当のオーパーツである可能性が高いという意見も多かった。だが、実はこの石、1977年に偽造品だと判明しているんだよ。嘘だ。これがなんともあっけない結末なんだが、1977年にイギリスの番組に対し偽造者本人が名乗り出ているんだ。その偽造者というのが第一発見者の地元農民だったぜ。彼はカブレラストーンを自分と妻が作った贋作だとした上で、制作方法までも明らかにしているんだ。懇切丁寧なネタバラシ、一縷の望みもかけられないよ。彼によれば石は自宅近くの山などで集めてきて、線刻は歯科用のドリルなど数種類の金属工具で行ったそうだ。加えて掘り終わった石は靴墨で黒っぽく着色し、ロバや牛の糞の中で焼くことで古めかしさを演出したとのことだぜ。どういう方向性で熱を注いでるのよ。手間暇かけたもんだよな。ちなみに自白の真偽を確認するため、番組側はこの石をロンドンの地質科学研究所に持ち込んで鑑定してもらったんだ。その結果比較的最近作られた偽造品であると判明し、地元農民の自白が真実だったことが裏付けられたぜ。そんな
じゃあなんで2回の年代測定では古代のものって結果が出たんだろ。実は当時行われたのは、石の表面の酸化度合いで年代を測るというものだったんだが、十分な酸素のある状態で一度火に焼かれている石の表面は当然酸化しているため、酸化度合いで年代を測った2度の測定では古い結果が出てしまったんだよ。はい、測定法の穴をついちゃってたわけね。こうしてオーパーツの呼び名を冠しロマンあふれる謎を提供していたカブレラストーンは、なんてことない一般人が作った偽物だったことが解明されてしまったわけだ。今でもそのロマンに魅了されオーパーツ説をくすぶらせる人も中にはいるが、この石に関しては当時の年代測定の甘さや一般人の偽造力の高さを面白がるのが吉だろうな。ロマンと現実はきっぱり分けた方が楽しめるからね。4、多すぎる謎を解明する糸口になるか。ストーンヘンジ。お次はストーンヘンジを紹介するぜ。ストーンヘンジはイギリス南部のソールズベリーの大草原に存在している巨石で構成されたストーンサークルだ。1986年には世界文化遺産に登録もされた構造物だが、現在に至るまで解明できていない謎がいくつもあることから有名な場所となっているんだ。謎めいた世界遺産の代表格ですよ。ストーンヘンジが秘めている謎はいくつかあるが、特に有名なのは巨石の運搬方法と建造目的だ。しかも建造目的については仮説が多く立てられていたが、運搬方法に関してはストーンヘンジに使用された巨石のうち、特に巨大なサル戦石の出所が不明だったために推測すらもままならない状態だったぜ。謎の起源すら謎ってもうどうしようもないよね。だが、そんな研究者泣かせのストーンヘンジも、近年徐々に研究が進み始めていてな。なんと2020年には長年の問題だったサル戦石の出所を解明することに成功したんだぜ。おーおー、偉大な一歩くる？もともと巨石の出所に関しては研究チームが長年特定のための調査を続けており、ポータブル X 線装置を用いた分析でストーンヘンジに使用された、サル戦石の化学組成がほとんど共通していることを特定していたんだ。この結果からサル戦石がいずれも同じ一つの産出地から運ばれてきたものであることはほぼ確定していたんだが、肝心の場所の特定がずっとできないままだったんだよ。石の産出地なんて特定するの無理じゃない？見た目だけで総当たりしていたらどれだけ時間があっても足りないな。それに世界遺産に登録され法律で保護されている以上、現在ではストーンヘンジからサンプルを採取し成分を分析することもできなかったから研究者たちも困っていたんだ。ところがつい最近、1958年の発掘調査で採取され行方不明となっていた石のサンプルが発見されたことで事態が好転したぜ。そんな貴重なもの行方不明になることある？実はこのサンプル、発掘調査に関わっていた掘削工が自宅に持ち帰ってしまっていたんだよ。そのままサンプルは彼の自宅で60年にもわたり保管され続け、とうとう2019年にこれが返還されたんだ。どんな意図があったのかは不明だが、もう少し早くこれが出てきていればストーンヘンジの研究はもっと進んでいたのにと思ってしまうよな。返還はありがたいけど60年何があったん？全くもって謎だぜ。ともあれサンプルが返還されたことで破壊試験による化学組成分析ができ、イギリス南部に分布する他のサル戦石と比較することができたんだ。その結果ストーンヘンジに使用されたサル戦石は、北に約25キロ離れたマールバラ地域のウエストウッズから運ばれたものであることが判明したぜ。すごー、これはサンプル様々だよ。実はもともとマールバラ付近のサル戦石がストーンヘンジに使用されたものと見た目が似ており、出所として有力視されていた場所ではあったんだ。ただウエストウッズのサル戦石はほとんどが植物の下に隠れていたために調査がさほど行われず、これまで出所として上がらなかったようだな。仮説で惜しいとこまではいけてたって事実がロマンあるわ。間違いないな。またストーンヘンジに使用されたサル戦石の出所が解明されたことにより、最大の謎でもある建造目的や運搬方法の解明にも一歩近づけたとされているぜ。ウエストウッズとストーンヘンジの間で巨石の破片が発見できれば運搬ルートを解明できるし、そのルートを調査すれば運搬時につけられた傷や痕跡も発見できるかもしれないからな。一個の答えから全部紐解けるのよ。加えて今回の結果は、サル戦石が一度に輸送され、その全てが紀元前2500年頃の同時期に形成されて陰茎に配置された、という仮説を裏付けるものともなったんだ。これはストーンヘンジがいかに大きなプロジェクトだったかを示唆すると同時に、制作にどれだけの人と時間をかけたのかという謎もさらに深めているぜ。すっきりとロマンを贅沢に味わえる。今回判明した石の起源が、今後ストーンヘンジの謎にどう関わっていくのか楽しみだぜ。にしても解明される謎があれば深まる謎はもっとあるな。果たして謎だらけのストーンヘンジが完全解明される日は来るんだろうか。5、謎に包まれた人間の設計図を完全解明。ヒトゲノム配列。お次はヒトゲノム配列を紹介するぜ。
ヒトゲノムとは核ゲノムとミトコンドリアゲノムからなる、人の遺伝情報の1セットのことだ。これは60億の塩基配列から構成されるいわば人間の設計図的なもので、遺伝情報に関わる全ての研究において欠かせない存在なんだぜ。何それかっこいい。さてそんなヒトゲノムなんだが、研究への応用のため1984年から塩基配列の解読を目的としたプロジェクトが立ち上げられていたんだ。1991年からは実際に解読作業が始められ2003年に解読が完了した塩基配列が発表されたんだが、ここで解読できたのは全体の約 92% にとどまっていたんだよ。ってことは、残りの 8% は謎のままだったのね。そういうことだ。というのもこの 8% の部分には反復配列などが多く含まれていてな。コンピューターはジグソーパズルを解くように DNA を解析していたんだが、繰り返しの多いこの 8% の部分はピースが似すぎていてマッチングさせることが難しかったんだよ。はい、コンピューターでも混乱しちゃうわけね。ああ、当然コンピューターが導き出せない答えを人間が出すことも難しく、結局ヒトゲノムの塩基配列は残る 8% がずっと謎のままになっていたんだ。ところが2022年3月、この謎だった 8% の解読を成功させ、ヒトゲノム配列の完全解明を完了したという発表がされたんだぜ。おお、世紀の大解明きたー。この解読には新たに生まれた2つの解読技術が使われているんだが、これは2003年に採用された技術がなくては生まれなかった技術でな。もともと使われていた技術は反復配列に弱いという欠点はあるものの、一度に数百塩基の DNA 配列を決定できるために解読のコストを大幅に下げていたんだ。これにより新たな解読法への投資が可能になり、結果 8% を解読した2つの技術が生まれることとなったんだぜ。過去の技術が今の結果に繋がってるとか熱すぎる。また今回ヒトゲノム配列が完全解読されたことにより、今後遺伝子が疾患へもたらす影響や細胞癌化のメカニズム、老化や現在説明のつかない病気の謎が解明できる可能性が高まったぜ。これらの謎が解明されていけばそのうち人間はあらゆる疾患に対応できるようになり、日常的な診療や治療もヒトゲノム配列を用いたさらに高度なものへと進化していくだろうと予想されているんだ。不老不死もすぐそこまで来てるかも。また基礎生物学的な分野においてもヒトゲノム配列がもたらす恩恵は大きいぜ。先ほども言ったようにヒトゲノムは人間の設計図みたいなものだ。これが完全解読されたとなれば、神秘と謎に包まれていると言われ続けた人体の謎も瞬く間に解明されていくことだろうな。ふわー、まさに全ての謎を解く鍵ね。それにしても自分たちに関することが一番未解明の世界の謎って状態も奇妙ではあるが、自分たちのことをゲノムの世界まで知り尽くしつつあるというのもなかなか不思議な気分だな。なんだか手を伸ばしてはいけない領域に触れつつあるような感覚すら覚えてしまうぜ。実は真理の扉はもう目の前にあったりして。6、犯人の残した難解暗号をついに解読。ゾディアック事件340暗号。最後はゾディアック事件の340暗号を紹介するぜ。ゾディアック事件とは1968年から1974年にかけて、アメリカのカリフォルニア州サンフランシスコ市内で発生した連続殺人事件のことだ。若いカップルを中心に少なくとも5名が被害に遭っており、警察やマスコミへ大量の犯行声明文などを送りつけた劇場型犯罪として有名だぜ。これ未だに解決できてない事件だよね。ああ、現在も捜査が継続されているぜ。この事件では犯人が愉快犯だったのか、送られてきた声明文はいずれも記号を用いて記された暗号のような文章だったんだ。これらはすべて警察や有志の協力のもと解読、公表されていったんだが、その中の一つである340暗号文だけは暗号が複雑だったために未解読のままとなっていたんだよ。いやなんじゃこや。一目で解読できっこないと思ってしまうような暗号文だぜ。というか事実、誰も解読できなかったしな。この暗号文の解読には FBI や暗号解読の専門家など多くの人間が挑戦してきたが、340個も記号が並んでいる上にただ文字に置き換えるだけでは成り立たないという複雑な構成から、誰一人として解読に成功した人はいなかったぜ。FBI と専門家で無理なら無理なのよ。このまま340暗号文は永久に謎のままになる。そのうち誰もがそう思っていた。だが、なんと2020年にこの暗号文が解読されたというニュースが報じられたんだよ。一体誰が解読したのは専門家でも FBI でもない、民間人3人組のアマチュア解読チームだったぜ。チームメンバーはアメリカのウェブデザイナー、オーストラリアの数学者、ベルギーのプログラマーだったんだが、彼らはなんと340暗号文解読のために専用の解読ソフトを開発して挑んだんだそうだ。いやとんでもないな。
しかも彼らは2006年から解読を開始している上に、ソフトが導き出した解読文およそ65万通りの中から有力な一つを見つけ出し、実際に完全解読まで持っていったというんだから驚きだぜ。昨日も今期も桁違いすぎるって。ここで340暗号文の解読方法を簡単に紹介しておこう。まず暗号文を9行、9行、2行の3つに分けるんだ。そして左上の角から始めて下へ1つ、右に2つ進むというルールで対角線方向に1つずつ記号を拾い、端に達したら反対側の端に飛んで同じ流れを続ける。この作業を開発したソフトですでに判明している5を特定の位置にロックしながら行うと、暗号文が全て解読できるといった作りだったぜ。無駄に凝った作りなのがなんとも腹立つわ。犯人は自分に酔っていたのか楽しんでいたのか、いずれにしても気分が悪いな。そしてさらに胸クソ悪いのが、解読された340暗号文の全文がこんな内容だったということだぜ。私を捕まえようとしている諸君が大いに楽しんでくれることを願っている。しかしテレビに出たのは私ではない。私との違いは、私がガス室を恐れていないという点だ。なぜなら、それは私を速やかにパラダイスに送ってくれるからだ。私はすでに、私のために働くには十分な奴隷を所有している。他の者たちはパラダイスに到達しても何も持っていない。だから死を恐れる。だが私は恐れない。なぜなら、私は私の新しい人生を知っているから。私の人生は楽園での死により、裕福なものになるだろう。自分うるさいのよ。呆れるくらいろくでもないわ。まったくだな。ゾディアック事件で送られてきた声明文はいずれもこうした犯人の自分語りの内容で、今回の340暗号文も同じようなものだったわけだ。これには事件解決の糸口を期待していた人たちも肩を落とし、そして怒りをあらわにしていたぜ。やっと解読されたのが自己満思想強すぎ分とか起こらないわけないわ。ただこの暗号が事件の手がかりでない、ということが判明しただけでも大きな進歩ではあったぜ。FBI も今回の解読完了を確認したと発表しているし、再度捜査が続いていることも明言している。340暗号文に使われたのが1950年代に米軍が使用していた、暗号化マニュアルによく登場したシステムだったことも判明しているし、解読に割かれていた人手が回せればここからまた捜査が進む可能性があるからな。お願いだから進展してください。現在犯人がどこにいて何をしているのか、極論を言えば生きているのかすらわからない。だが仮にどんな状態であったとしても事件は終わったわけではないからな。今も苦しんでる人がいて正義のために奔走している人がいる。それらがいつか身を結び報われて、この暗号文が解読されたように事件自体も解決できる日が来ると信じているぜ。というわけで今回は近年解明された世界の謎6選を紹介したぜ。すっきり感が虜になるよ。それに解明されてさらに謎が生まれてる事例も多いし、ロマンも一緒に楽しめるとか最高すぎだって。楽しんでもらえたようでよかったぜ。世界には多くの謎があるが、その謎を解明できるほどに人類が発展してきているのもまた事実だ。今後もこれまで解明不可能だとされていた謎が解明され、また新たに謎が生まれるという霊夢大興奮のサイクルは続いていくはずだぜ。というところで今回の動画は終わりにしようか。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくね。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ、この前紹介してくれた解明された謎シリーズ他にはないの？なんだ気に入ったのか、もちろんあるぜ。それじゃあ今日は霊夢のリクエストにお答えして近年解明された謎第2弾を紹介していこうかな。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、15年の歳月をかけてやっと解明できた謎。金星の自転周期。トップバッターは金星の自転周期だ。金星は太陽系で太陽に近い方から2番目の惑星だ。公転軌道や大きさ、平均密度が最も地球に似た惑星であるために、地球の姉妹惑星とも呼ばれているぜ。太陽系内でも特に馴染みある惑星よね。さてそんな身近な存在である金星なんだが、実はこれまでその自転周期を正確に把握することはできていなかったんだ。というのもこれまで金星の自転周期を求める研究は何度も行われてきたんだが、何度やっても導き出される値が研究ごとに異なっていて統一されなくてな。そのためこれまで金星の自転周期はざっくりとした値でしか記されておらず、正確な値は不明とされ続けていたんだ。そうなの？こんだけ身近なのに？不思議なものだよな。しかもこの謎は宇宙研究においてかなり厄介な問題だったぜ。これまで判明していた精度の自転周期をもとに金星への着陸を試みた場合、なんと着陸地点が最大で30キロもずれてしまう可能性があったんだよ。本来惑星への着陸は環境や気候変動などを考慮し、探査機が問題なく作動する場所を入念に選んで行うものだ。
それが30キロもずれるかもしれないなんて不確かな状況では、そもそも着陸計画を立てることすらできないんだよ。宇宙研究に遅れが出ちゃう謎じゃないの。そのため研究者たちは金星の自転周期特定に熱を上げていたぜ。そしてとうとう2021年に金星の正確な自転周期、そしてなぜこれまで自転周期の計算が統一できなかったのかを解明することに成功したんだ。まず発表された論文によると、金星の自転周期は地球日数にして平均 243.0226 日とのことだぜ。おお、一体どうやって解明したの？それが驚きなんだが、なんと研究チームは15年もの年月をかけて金星をレーダー観測し周期を特定したんだそうだ。観測方法はカリフォルニア州にあるゴールドストーン新宇宙通信施設から金星に向けて電波を照射し、それが跳ね返ってくるまでの時間差から自転周期を算出するというものでな。これを15年間に21回も実施することで、ようやく自転周期の特定に至ったんだよ。めちゃくちゃ時間かかっとる。またこの研究の中で金星の自転速度が常に変動しており、時期によっては少なくとも20分の差が生まれていることも明らかとなったぜ。これは金星大気が固体の表面との間で運動量を交換することで自転速度が増減していると推測されているんだ。はい、そんなこと起きるんだ。実はこれ地球でも起きてる現象なんだぜ。ただ金星の大気量は地球よりも圧倒的に多いため、地球では1日にわずか1ミリ秒程度しか増減しない自転速度が金星では20分ほどにまで膨れ上がっているんだ。金星の大気恐るべし。そしてこの速度の増減による自転周期の変動が、研究ごとの値のズレを生んでいたと推測されているぜ。そりゃそもそも定期的に周期が変わってる惑星を各々研究したら、タイミングによって値も変わるに決まってるよな。まさかの当たり前体操が生んだ謎だった。こうして長年謎だとされていた金星の自転周期は、驚きとずっこけを見つつ解明されたぜ。ただ金星には奇妙な自転方向や発光現象等といった謎がまだまだ残されているからな。今後の研究でどんな答えが見えてくるのか今から楽しみだぜ。2、科学の力で解明された怪現象。生理死海の足首。お次は生理死海の足首を紹介するぜ。カナダとアメリカの国境にあたる生理死海では、2007年以降スニーカーを履いた人間の足首だけが流れ着くという奇妙な現象が起きていたんだ。この足首の持ち主は性別、年齢などに共通点がなく、一時は事件ではないかと騒がれたんだ。いや物騒すぎる、見つけたら気絶もんだよ。発見された21の足首はいずれも何も知らない一般人によって発見されているからな、発見者の驚きは相当だったことだろう。この奇妙すぎる現象は長らく原因が不明だとされており、一種の怪奇現象のような扱いを受けていたぜ。これは呪いとかそういう類いでしょ。そう考える人は多かったぜ。だが2021年に研究者が、この現象が科学的に説明できるものだと解明したんだ。簡単に言うと生理死海に足首が流れ着いた原因は、地形と風向きによる海流、海岸の特性と海の掃除屋にあったぜ。ほうほう。まず地形についてだが、実は生理死海は複雑に入り組んだ大きな内海なんだ。そのためこの海に落ちたものは陸と陸の間に閉じ込められ、その中のどこかの浜に漂着するぜ。外には出ない感じね。次に風向きによる海流だ。生理死海では主に西から東に向かって風が吹いているんだが、地形的にこの流れは海からの浮遊物を岸に引き寄せることはあっても岸から海へと押し流すことはほぼないんだよ。つまり生理死海に落ちたものは、外に出ることなく岸へと漂着する可能性が極めて高い状態になるんだ。はい、漂着物が岸にたどり着きやすいのね。お次は足首だけが流れ着く謎についてだ。まず人間が何らかの原因で命を落とし海を漂ったとすると、状態によって差はあれど多くの場合は沈んでいくものなんだ。海の底に着いた人間は腐敗し膨張すればまた浮上してくるが、水温が低く水圧も高い海底では二度と浮かび上がってこないことも多いぜ。じゃあなおさら足首だけが浮上してくるのは謎なんじゃ。それがそうでもないんだぜ。というのも生理死海にはエビやロブスター、カニといった海の掃除屋と呼ばれる生物が多く生息していてな。これら甲殻類は生物の死体の柔らかい部分だけを食べるんだが、実は人間の足首は人体など主に柔らかい結合組織でできているんだよ。つまり掃除屋が人間の体を食べると、足首周りの結合組織がなくなり関節が外れやすくなるんだ。うわぁ、ホラーすぎるけど足首だけになったわ。さらに近年スニーカーはエアソールやスポンジの軽量化で、必ずと言っていいほど水に浮く性質を持っているんだ。そのためスニーカーを履いたまま体から外れた足首は、水に浮いて陸と陸の間に閉じ込められ、風と波に乗って浜へと漂着することになるぜ。ふわぁ、ホラーがただの自然現象になったよ。こうした奇跡的な条件の一致により、生理死海には足首が漂着していたんだ。
またアメリカ大陸北西部の海岸は滑りやすい岩場が多く、スニーカーを履く人が多いというのも生理視界の足首減少を手伝っているとされているぜ。これ解明したの天才すぎるでしょ。謎すぎる現象をただ怖い、奇妙だ、で終わらせないのがすごいよな。この解明によって行方不明者と足首を照らし合わせて身元を特定することもできていたし、その功績は計り知れないぜ。正しい答えをひたすら実直に突き詰める科学。ロマンとはまた違ったワクワクをくれる存在だよな。3、実は200年近く証拠不十分で謎だった。全身麻酔のメカニズム。お次は全身麻酔のメカニズムを紹介するぜ。全身麻酔は日本では1804年、西洋では1846年頃から使用され始めたんだ。主に吸入や静脈内注射によって行われ、全身麻酔を受けた人間は深い眠りに落ち痛みを感じなくなるぜ。大きめの手術する時とかによく効く麻酔だよね。ああ、今や医療現場で当たり前のように使われているものだからな。だが実はつい最近の2020年まで、全身麻酔を施すと人が意識を失うメカニズムについては解明されておらず謎だったんだよ。人類200年くらい謎メカニズムで手術してたの。そういうことになるぜ。ただこれは全く何もわからなかったという意味ではなく、ざっくり見当はつくけど証拠が足りなくて事実だとは言えない状態だったって意味だけどな。まず全身麻酔のメカニズムについては古来から研究が進められており、1899年と1901年には脂質の溶解度が麻酔の効力を決定している可能性があるという研究結果が発表されているんだ。しかしそこから200年近く、解明に向けた進展がほとんどなかったぜ。急にビタッと止まるじゃん。なぜこれほどの期間進展がなかったのかというと、この仮説を証明するための鍵となる脂質がかなり厄介な存在だったからなんだ。そもそも一口に脂質といってもその種類は多様で、しかも組織が複雑なために機能の全貌が明らかになっていなかったんだ。加えて目的の脂質の変化は非常に小さく、かつての技術では観察することができなかったんだよ。研究者泣かせが過ぎるって。しかし近年技術の発達によりそれら二つの問題をクリアすることができたんだ。その結果細胞膜内にある本来は秩序だった脂質クラスターが、クロロホルムにさらされると短時間で無秩序になるために人は意識を失うのだと判明したぜ。はい、はい。わかりやすく理解できないって顔するな、ちゃんと説明するから。まず人間の脳は神経細胞のネットワークとして機能してるものなんだ。この神経細胞の膜電位が域値を超えて神経細胞が発火した状態になると、神経伝達物質が放出され情報伝達が行われるんだよ。情報伝達されるかどうかは神経細胞のファイヤーにかかってるのね。そういうことだ。そして全身麻酔が脂質クラスターを無秩序化すると、この発火を阻害する酵素が出されるんだよ。これによりあらゆる情報伝達に麻痺が生じ、人間は痛覚と意識を手放すんだ。理解できちゃったよすごー。ただ肺に対する実験では発火を阻害する酵素を削除した場合にも最終的には意識を失っていたため、全身麻酔による意識消失はこれだけを原因に起きてるわけではないようだがな。それでも謎の答えを一つ見つけたことがすごいことだよ。間違いない。それにこの研究は睡眠や意識障害にも関連していくもので、最終的には私たちの意識が何なのかを明らかにすることにもつながっていくものだ。200年ものの謎が解けた今、人類が意識という目には見えない自分たちの中にあるものを理解する日も近いかもしれないぜ。4、100年未解明だった縄文サスペンス。片腕片足のない人骨。お次は片腕片足のない人骨を紹介するぜ。この人骨は1919年に岡山県の九十九貝塚から発見されたものなんだ。調査の結果約3000年前の縄文時代を生きた男性のものであるとされているんだが、タイトルの通り片腕片足がなく全身に無数の傷がついているという非常に不可解な状態だったぜ。へえ、事件の香り。発見場所が縄文時代の代表的な遺跡であったこともあり、この男性がなぜ傷だらけなのかに注目が集まったぜ。ただ副葬品などにも死因を示すようなものはなく、発見から100年近くもの間その原因は謎に包まれたままだったんだ。さらにサスペンスの香り強まってるよ。ところが2021年とうとうこの謎が解明され、なんとこの男性が世界最古のサメ被害者だったことが判明したぜ。サメ？解明に挑んだ国際研究チームは、最先端技術で 3D モデルの上に人骨から確認できた傷跡をマッピングしていったんだ。これにより骨に残った傷跡から、当時傷口がどのように広がりどんな血管を傷つけたのかなどを詳細に復元することに成功したぜ。時を超えて当時を再現したのね。人骨には少なくとも790箇所の傷跡が残されていたんだが、すべてをマッピングした結果生前の男性が人為的なものではなく、何か生きてるものに襲われた可能性が高いことが判明したんだ。
サスペンスの香りが消えたわ。その後縄文時代の日本の生態系や地形などを考慮しつつ推測した結果、人骨についた傷跡がサメの攻撃パターンと一致しているという結論に至ったんだ。その後フロリダ博物館の共同研究者によってサメによる被害事例との比較が行われると、人骨に見られた痕跡がサメによるものであるという確かな裏付けが得られたぜ。ふわあ、100年の謎解明されちゃったよ。技術の力でタイムスリップできた気分だよな。ちなみにつくも貝塚の近海である瀬戸内海にはホホジロザメとイタチザメが生息しているため、そのどちらかが縄文時代にこの男性の命を奪ったのだろうと推測されているぜ。日本でもサメ被害ってあるんだね。そう多いことではないが、日本でもあることだな。それに縄文時代の出土品の中には、実はサメの歯や骨を使ったものがいくつかあるんだぜ。つくも貝塚からはほぼ出てきていないが沖縄から北海道まで広い地域で出土の記録があるため、一部地域ではサメを交易の対象としていた可能性もあると言われているんだ。想像の数倍身近な存在だった。今回の解明は凄まじい技術の進歩と、人類はこれまで想像すらできなかった人々の営みのかけらに触れることができるようになったという事実を教えてくれたぜ。男性の最後は不運なものだったかもしれないが、それを解明し歴史的一歩とすることができたのは幸いだな。5、伝説扱いが科学の力で自然現象に。地震発光現象。お次は地震発光現象を紹介するぜ。地震発光現象は地震光とも呼ばれるもので、地震が発生する前後に空に謎の光が現れるという現象なんだ。光は基本オーロラに似た形で白や青みを帯びた色をしているとされているが、報告例によってはもっと広い色スペクトルを有することもあるぜ。この世の終わりみたいな光景だね。空に謎の光が現れた直後に地面が揺れ出すなんて、目撃したら死を覚悟すること間違いなしだよな。さてそんな終焉を感じさせるこの現象は、16世紀頃から世界各地で報告例が上がっているものの長年伝説のような扱いをされてきたんだ。情報こそ寄せられるもののかなり稀な現象で情報に一貫性もなく、何より観測できた例がなかったために研究者の間では架空の存在であるという意見の方が多かったくらいなんだぜ。UFO って言われた方が納得いくまであるよ。それに肝心の光も、青みがかった炎のようだとする話もあれば光の玉だという話もあり、時には雷のような光が地面から伸びたという話まであったからな。地震発生時に光が出現する、といった概要以外に統一性が微塵もなかったんだよ。これは信じる方が難しいって。ただ1960年代半ば、長野で起きた地震とそれに伴う発光現象がカメラに収められたことで認識は一変。地震発光現象が実在するものだという認識が広がり、メカニズムを突き止めるための研究が続々行われたんだ。そしてとうとう2014年に研究チームが地震発光現象の原因を突き止めることに成功したぜ。おーおー、カメラ様様だよ。いい時代になったものだぜ。研究チームによれば発光現象は岩脈の石と電荷、そして地震波が原因で起きるんだそうだ。まずある種の岩石には、力が加わると電磁波や光を出す性質があるんだ。火打ち石なんかがこれの仲間だな。ほんほん。この性質は玄武岩や反霊岩にも通じるもので、岩脈下部にあるこれらの岩に力が加わると大量の電荷が充電されるんだ。そこに地震波がぶつかると岩石内の電荷は解放され、地下から地表に向けて駆け抜けていき空中放電を起こすんだ。この時生まれる光が、地震発光現象の正体だぜ。はい、自然にそんなこと起きるもんなんだ。ただこの発光現象が起きるには、岩脈が地表まで伸びていなければならないという厳しい条件があるんだ。これにより世界中で発生する地震で発光の条件が揃うケースはわずか 0.5% しかないとされているんだ。そりゃ稀だし伝説だと思われても仕方ないわ。条件さえ揃えば発光するんだから、起きるタイミングや場所が一貫しないのも無理はないしな。ちなみに今回解明されたメカニズムをもとに今後、発光現象も地震予知の一つの指標として組み込まれるそうだぜ。稀な現象ではあるものの過去には光を見て避難したために助かったという例もあるため、他の指標と組み合わせれば地震の予知精度をかなり向上できると推測されているんだ。かつての謎が人類の糧になる。最高の展開だよ。6、100年以上の時を経て犯人特定か。切り裂きジャック。最後は切り裂きジャックを紹介するぜ。切り裂きジャックは1888年に、イギリスロンドンのホワイトチャペルとその周辺で犯行を繰り返した正体不明の連続殺人犯だ。イーストエンドのスラム街に住む娼婦をターゲットにしており、当時ロンドンを恐怖のどん底に突き落とした存在だぜ。未解決事件の代名詞だよね。切り裂きジャックは鋭利な刃物で被害者の喉を切り裂き、臓器を取り出したり顔の肉を削いだりと残忍な方法で5人の女性を手にかけたんだ。
また事件発生後は切り裂きジャックを名乗る人物からの手紙が警察やマスコミに届いており、劇場型犯罪の始祖ともされているぜ。もっともならなくていい始祖ナンバーワンだわ。さてそんな切り裂きジャックは、霊夢も言ったように一世紀以上もの間正体がつかめず事件は未解決のままとなっていたんだ。大統領暗殺事件について徹底的に調査された事件ではあったが、数十年の粘り強い捜査も虚しく犯人逮捕には至らなかったぜ。ふう、凶悪犯が逃げおせるのは悔しいわね。しかし犯人を突き止めたいという人々の思いは途切れることなく、なんと事件から131年経った2019年に切り裂きジャックの正体を解明したとの発表がされたんだよ。当時被害者の近くに落ちていたシルクのショールには犯人の血液と精液が検出されたんだが、これが最新の DNA 解析技術によって一人の人物のデータと一致したんだ。技術の進歩最高だよ。で、一体誰だったの？ポーランド人理容師のアーロン・コスミンスキーという人物だったぜ。実はこの男性、当時容疑者の一人として名前の挙がっていた人物だったんだ。というのも彼は事件現場の近くに住んでおり、犯罪歴と精神病の入院歴、さらには娼婦を憎んでいたという情報が挙がっていたんだよ。犯人臭さ100点だけど。当時も目撃者の証言により一度逮捕されたんだが、証拠不十分で起訴が見送られてしまってな。その後コスミンスキーは1919年に強制入院先の精神病院で死亡しているぜ。だが2014年にも切り裂きジャックの正体として名が上がっており、当時から現在まで最も犯人である可能性が高いと考えられていた人物ではあったんだ。悔しすぎるよ。しかし今回被害者と容疑者の直系血族の協力を得て DNA 鑑定をしたところ、被害者血族、容疑者血族の DNA とショールから採取した DNA がほぼ一致したんだ。加えて被害者血族とショールの DNA から遺伝性の突然変異が見られたために、ショールが被害者のものであることも確定したぜ。さらに DNA から犯人の外見が茶色の髪と瞳であることも分析されたんだが、これは事件当時唯一信頼された目撃者の証言とも一致しているぜ。過去に容疑者として浮上していたこともあり、切り裂きジャックの正体はアーロン・コスミンスキーでほぼ間違いないだろうと断定されたんだ。何百年経とうと絶対に逃がさないんだから。ただ、この結果には反論やクレームが多く入っていてな。というのも今回採取された DNA は経年劣化による損傷が激しく、鑑定には丈夫で残りやすいミトコンドリア DNA が用いられたんだ。しかしこれは本来、犯人を明確に識別するためには使用できないものなんだよ。信頼度大丈夫そう。加えて発表された論文を読んだ専門家から、DNA 変異の表記が間違っている可能性と、その変異がヨーロッパ人の 99% が持つありふれたものである可能性が指摘されていたぜ。そのためショールが本当に被害者のものかも断定はできないと言われていたんだ。そこから疑問視されるの？まあ長年様々な人が追い続けた事件だし、冤罪を生むわけにはいかないからな。各方面が慎重になるのも当然だ。だが反論も一意見でしかなく確証がないのもまた事実。それに信頼度が劣るにしても複数人いた容疑者の中からコスミンスキーとの一致が出たこと、証言との一致があることからも現段階ではコスミンスキーが真犯人であるとする人も多いぜ。完全解明って胸を張れないのが辛いとこね。多くの女性を手にかけのうのうと逃げ延びた凶悪犯切り裂きジャック。その正体を隠していたベールはほぼ暴かれているとされてはいるが、一日も早く全てのベールを引っぺがして被害者の無念を晴らしてほしいものだぜ。一般人として眠り続けるなんて許さないから。というわけで今回は近年解明された謎を6選紹介したぜ。やっぱりこのシリーズ最高だよ。ロマンとスッキリ感を楽しめて気分爽快だわ。喜んでもらえてよかったぜ。またネタが集まったら紹介するから、楽しみに待っててくれよな。さて今回の動画はここまでにしようか。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくね。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今日は大人気シリーズの解明された世界の謎第3弾を紹介するぜ。やったー、今日もすっきりワクワクさせてください。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、600年前の光の正体は星の爆発だった？謎の星。トップバッターは謎の星だぜ。1473年3月のこと、現在の韓国、ソウルの上空で奇妙な星が観測されたんだ。その星は並外れた輝きを放ちながら夜空に浮かんでいたことから、当時の韓国の天文学者が謎の星として記録をつけていたぜ。天文学者が記録するって相当奇妙だったのね。ああ、なんせ凄まじい光を放っていただけでなく、この星は発見から2週間ほどすると忽然と姿を消してしまったからな。その後再度現れることもなかったため、
謎の星とは記録されてたものの、果たしてそれが本当に星だったのかすら謎のまま600年近くその存在だけが語り継がれていたんだぜ。想像の数百倍は謎めいてた。しかしそんな謎の星も、長年にわたる研究の末2017年にとうとう正体が解明されたんだ。600年前韓国上空でまばゆく光り輝いた星の正体は、なんと超新星爆発だったぜ。よく聞く名前出てきたね。うちのチャンネルの常連ワードだな。超新星爆発は太陽の約8倍以上の質量を持つ恒星が内部での核融合を終えた時に起こる爆発現象のことだ。まあ簡単に言えば重い星が最後を迎えて大爆発する現象だぜ。この超新星爆発の威力は凄まじく、ある程度近い距離でこれが起きると地球上からでも肉眼で光を確認することができるとされているんだ。ダイナミック終局。とはいえ肉眼で確認できるような超新星爆発はそう頻繁に起こることではなく、解明にはかなりの苦労があったぜ。というのも今回星の正体を解明したのは30年以上にわたって謎の星の研究に当たった博士たちだったんだが、彼らは多数の天体のイメージ画像をデータベース化し、画像を比較することで天体の変化を見つけるという気の遠くなるような作業を行っていたんだ。執念すごすぎない？わら山の中から針を探すようなもんじゃない？当然成果はなかなか上がらなかったんだが、これまで使ってなかった過去10年分のデータを追加したところ、これまで研究していた領域のすぐ隣に星雲や宇宙ガス、塵といった超新星爆発の痕跡を発見することに成功したぜ。いや手がかりめちゃくちゃ近くに転がってた。さらに博士たちは1923年に撮影された写真甲板と現在の画像を比較し、爆発を起こしたと見られる天体の動きを計算したんだ。そしてその動きをもとに天体の移動経路を辿っていったところ、天体が1437年にあったと考えられる場所が超新星爆発の痕跡とぴったり一致していたんだよ。これにより1437年に韓国の天文学者が見た輝きが超新星爆発によるものだったことが断定されたんだ。長年の研究の集大成って感じだよ。ああ。博士たちも今回解明に使われた最新の巨大データベースが、1980年代には到底不可能だった謎の解明を可能にしたと語っていたぜ。また重要な手がかりとなった超新星爆発の痕跡はデータベースの対象範囲が広ければ、もっと前から発見できた情報だったようで、ほんの少し対象範囲を広げていればと後悔もしていたな。答えはいつだってすぐ近くに転がってるもんなのよね。とはいえ600年来の謎を解明した功績に変わりはないからな。かつて先人が抱いた謎に現代技術をもって答えを出す。時代を超えて星が繋いだバトンは、人類の進歩と変わらぬ探求心、そしてロマンを届けてくれたな。2、メロメロの理由は生存本能？猫にまたたび。お次は猫にまたたびを紹介するぜ。非常に好きなものの例えとして猫にまたたびという言葉が使われることからもわかるように、古くから猫がまたたびを好むというのは広く知られた事実だ。猫好きなら一度は挙げてみたいものナンバーワンだよ。しかしなぜ猫がまたたびを好むのかや、歯を噛んだり地面に転がったりするまたたび反応を起こすのかは長年謎だったんだよ。一応またたびラクトン類と呼ばれる化学物質が媚薬のような役割を果たし、またたび反応を起こすとする説が有力視されていたが、中にはまたたびを与えられても見向きもしない猫もいたために、猫とまたたびの関係を完全に説明することはできていなかったんだよ。そうなの？またたびって謎アイテムだったんだ。しかし2022年にとうとう古来からの謎が解明されることとなったんだ。岩手大や名古屋大等の研究チームによれば、なんと猫がまたたびを好む理由は蚊を避けるためなんだそうだぜ。またたびとかに何のつながりが？実はまたたびには蚊よけ効果があるんだよ。まず研究チームはまたたびの葉の成分を分離しそれぞれを猫に与える実験を行ったんだ。すると猫はこれまで有力視されていたまたたびラクトン類ではなく、ネペタラクトールという化学物質にまたたび反応を示すことがわかったぜ。これを受けて研究チームがネペタラクトールを調べたところ、蚊よけ効果があることが判明したんだ。定説は覆るしまたたびの新特性でできとる。さらにネペタラクトールを染み込ませた紙を天井や壁に置いたところ、猫は地面に転がらずネペタラクトールの染み込んだ紙に体をすりつけたんだ。このことからまたたび反応は気分が良くなって起きるものではなく、蚊よけ効果を持つネペタラクトールを体に付着させるために行われてるものだと解明されたぜ。はい、またたび愛は生存本能の賜物だったのね。蚊は寄生虫や感染症を媒介する恐ろしい存在だからな。野生の猫は草むら等を活動拠点にすることも多いためにこうした本能を獲得したんだろう。またまたたびの歯は傷をつけることで防虫効果が10倍近く跳ね上がることも判明し、猫がまたたびの歯を噛む理由はここから来ていると断定されたぜ。すべての行為が蚊よけにつながってる。
ただ気分が良くなっているという見方も間違いではなかったぜ。ネペタラクトールを与えた猫の脳内状態を調べたところ、多幸感や鎮痛を制御するニューオピオイド系という神経系が活発になっていたんだ。この結果は瞬きを得た猫が外見上そう見えるだけではなく、実際に幸せに浸っていることを示しているぜ。肺にも慣れてにも守れるとか最高の葉っぱじゃない？間違ってはいないがかなり誤解を招きそうな言い方だな。ちなみにまたたびに反応しない猫は、またたび反応に必要な遺伝子を持っていない、つまり野良時代に得た蚊よけという本能を遺伝子的に受け継いでいないのだろうとされているぜ。野生を忘れた猫とはまさにこのこと。こうして長年の謎だった猫とまたたびの関係は、蚊よけという意外な本能によるものだと解明されたぜ。また今回の研究の中で判明したネペタラクトールの高い蚊よけ効果は、今後新たな蚊よけ剤の開発に活かされるようだ。人の命を奪いかねないかに対抗する新たな手段が得られるとは、猫の生態解明が思わぬ収穫を生んだな。3、かわいいおじぎは虫との頭脳戦の結果？おじぎ草。お次はおじぎ草を紹介するぜ。おじぎ草はマメ科ネムノキア科の植物で、別名ネムリグサとも呼ばれているんだ。パッと見はなんてことない葉ばかりの植物だが、刺激すると葉が閉じておじぎをするように垂れ下がるという特徴を持っているぜ。べそって閉じるのが可愛いんだよねー。さてそんなおじぎ草なんだが、実は葉が動く詳しい仕組みや理由は長年謎に包まれていたぜ。一応刺激を受けると葉の付け根にある葉鎮という細胞から水分が抜けてしまい、その反動で葉が閉じるといった簡単な構造は判明していたんだ。しかしおじぎ草は刺激を受けてから葉が動くまでが非常に早く、このスピードが何から生まれてるのかが謎だったぜ。よくわからないけど動く植物って怖すぎない？確かにちょっと怖いよな。しかし2022年にこの謎は解明されたから安心してくれ。まずおじぎ草が素早く動く仕組みだが、これは葉の中のカルシウムが信号となっていたことが判明したぜ。ほうほう。埼玉大学等の研究チームがカルシウムを光らせるおじぎ草を遺伝子組み換え技術で作り観察したところ、葉が傷つくと電気シグナルだけでなくカルシウムシグナルが葉鎮に流れることが判明したんだ。このシグナルが到達すると、葉はわずか 0.1 秒後に運動していたぜ。ダブル信号が素早さの秘訣なのね。ってとんでもないもの作ってたな。次に研究チームはおじぎ草の葉が動く理由を解明すべく、今度は葉が動かないおじぎ草を遺伝子組み換え技術で作り出したんだ。またサクッとすごいの作ったね。そして野生のおじぎ草とおじぎしないおじぎ草を草食性昆虫に与え比較したところ、おじぎしない方のおじぎ草は野生のものに比べ2倍近く食べられてしまっていたぜ。おいおい、おじぎしないだけで食べられすぎでしょ。これによりおじぎ草は外敵から身を守るために葉を動かすことが解明されたぜ。ただ実験中に葉が動くことに驚いて虫が逃げる様子は一度も見られなかったんだ。このことからおじぎ草は虫を驚かせるためではなく、足場をなくして虫を追い払うために動くのだと結論付けられたぜ。はい、結果もだけど何より研究過程の技術にびっくりだよ。間違いないな。研究で使われたいずれのおじぎ草も最新の遺伝子技術を駆使して作られたようだが、人間の思うままの特性を持った植物を生み出せるようになったって相当すごいことだよな。普通に光る植物におじぎしないおじぎ草って異次元だからね。こうして身近ながらに謎だとされてきたおじぎ草が動く理由と仕組みは解明されたぜ。ただカルシウムシグナル到達後の運動の仕組みについてはまだ不透明な部分が多く、今後の研究課題だとされているな。こんだけ技術が進歩してもまだ謎って生まれるのね。まあ現代の人類は神の領域に手を伸ばしてるなんて言われるが、それは所詮人が思い描ける程度の神の領域でしかないからな。自然や世界の摂理は人類の及ぶ範囲ではまだまだ到底解き明かせないぜ。今回の研究で長年の謎の答えと進歩した技術の凄さを知ることはできたが、同時に世界の謎の深さもまざまざと見せつけられたな。4、進化の空白を埋めるキメラ生物？謎の生物。お次は謎の生物を紹介するぜ。1890年頃、スコットランドの湖から奇妙な生物の化石が発見されたんだ。パレオスポンディルスと名付けられた化石種は、約4億年前の地層から発見されたこともあり、生物の進化の過程を知る上で重要な発見だとして注目されたぜ。おお、どんな生物なの？それがな、パレオスポンディルスは生物学の常識から逸脱した、分類すらできない謎の生物だったんだ。というのもパレオスポンディルスは全長わずか5センチほどの小さな体に、複数の生物の特徴を兼ね備えていたんだよ。もしかしてキメラ的な？まさしくそんな感じだぜ。パレオスポンディルスが持つ体が細長くて早胸、腹にヒレがないという特徴は、原始的な脊椎動物である円甲類が持つ特徴とそっくりなんだ。しかし同時にこの生物が持つ発達した背骨は、円甲類よりも後に進化したグループに見られる特徴そっくりだったんだよ。
つまりこの生物は原始的でありながらも進化的に新しいという矛盾を抱えた謎の存在だったんだ。進化の時系列ガン無視するのやめてくれます？しかも厄介だったのは、パレオスポンディルスがあまりに小さすぎたことだぜ。本来こうした生物の形態的特徴はほとんど全て頭骨に集約されており、頭部さえしっかり調査できればどこかしらに分類することができるんだ。頭骨さえあれば解決なわけね。ところがパレオスポンディルスの頭骨の長さはわずか5から6ミリしかなくてな。加えて博物館などに収蔵される化石は周囲の岩を剥がす際のダメージで、骨格の一部が破損してることが多いんだ。ただでさえ小さな頭骨がこのダメージに耐えられるはずもなく、これまで発見されたパレオスポンディルスの化石はほぼ全て頭骨が損傷しており十分な調査ができなかったんだよ。大事な頭骨が。こうした点から100年以上もの間、パレオスポンディルスは分類不能の謎の生物だとされてきたんだ。しかし粘り強い研究の結果、2022年にとうとうこの生物の正体を解明することに成功したぜ。ついに解明きたー。で、一体何だったの？一言で言えば魚類と両生類の間に位置する生物、つまり生物が水中から陸に出るまでの進化の空白を埋める存在だったぜ。今回の調査では完全な頭骨を手に入れるため、まだ岩の中にあるパレオスポンディルスの化石を見つけ出し CT でスキャンするという手法が取られたんだ。はい、確かにそれなら頭骨も傷つかないかも。周囲の岩を化石に届かないギリギリまで削ってスキャンをかけたところ、世界中の研究者から驚かれるほど綺麗なスキャンに成功したぜ。これを元に観察を行ったところパレオスポンディルスには三半規管があり、当初有力視されていた円甲類である可能性はないことが判明したぜ。初っ端からすごい解明しちゃったよ。その後関節の有無や骨の構成などから、原始的な魚類であるシーラカンスやハイヨとの共通点が発見されたんだ。しかし同時に原始的な両生類との共通点や、シーラカンスよりも陸上の脊椎動物に近い特徴を持つことも判明してな。これによりパレオスポンディルスはヒレが手足に変化し、魚類から両生類に進化する途中段階の生物であると結論付けられたぜ。ふわー、進化の歴史が新たに刻まれたよ。実はもともと魚類と両生類の間には進化の過程を埋める生物が存在すると考えられていたんだが、肝心の化石が見つかっていなかったんだ。しかし今回の解明でその空白部分が埋められ、より高い解像度で生物が水中から陸へ出る進化の過程を見られるようになったぜ。小さい体ででっかい鉱石残しとる。さらに歯やヒレが未発達であるという特徴から、今回研究されたのはパレオスポンディルスの子供の化石であった可能性も浮上してるんだ。仮にこれが幼生体だったとすれば、四肢動物系類の系統における幼生系の発生基盤が、従来推定された年代よりも5000万年早く成立していたことになるぜ。これまでの常識が覆るって？また今回の解明は進化学会の大きな謎だった生物の手足の獲得に、ヒレのない幼生の形を経ることが重要である可能性も示唆したぜ。生物がいつどうやって手足を獲得したのかは長年注目され続けてきた謎だ。それすら解明に導く可能性があるなんて、今回の解明が持つ進化学的価値は計り知れないぜ。どんだけのロマンをお届けする気なのこの子は。5、無数の分野に発展をもたらす解明？ビタミン C の運び屋。お次はビタミン C の運び屋を紹介するぜ。ビタミン C は体内の鉄の吸収を高め老化を予防したり、皮膚や軟骨などを構成するコラーゲンを合成するのに不可欠な存在だ。しかし人間の体内では作り出すことができないため、食べ物や飲み物から積極的に摂取すべきとされているぜ。こんだけ重要なら体内で作ってほしいもんだよね。それは同意だな。さてそんな人間にとって重要な栄養素であるビタミン C なんだが、実はこれまで摂取されたビタミン C がどのようにして全身に行き渡っているのかは謎に包まれていたんだ。そうなの？特に謎だったのは脳への運搬だな。脳は人体の中でも特にビタミン C を多く含む臓器なんだが、構造上バリア組織を形成する細胞によって血液と隔てられているんだよ。そのため脳にビタミン C を届けるには、血液から細胞内に取り込んだビタミン C を脳側に排出する運び屋が存在するはずだとされていたんだが、この運び屋の正体が謎のままだったんだ。謎の運び屋、中に心くすぐられるわ。この運び屋の正体を解明すべく、長年多くの専門家が研究を行っていたぜ。そしてとうとう2022年にその正体が SLC2A12 トランスポーター、新名称ビタミン C 排出タンパク質 VCEP であることが解明されたぜ。おお、名前かっこいい。まずもともとビタミン C は、ナトリウム依存性ビタミン C トランスポーターという取り込み型輸送体によって、細胞外から細胞内に取り込まれているということは判明していたんだ。そのため研究者たちはこれと対になる存在、つまり細胞内から細胞外にビタミン C を排出する輸送体があるはずだと目星をつけ、
村の取り込み型輸送隊の情報を精査、分析したぜ。穴埋め式に道の運び屋を探すわけね。そうだ。その結果幕輸送隊の一つである SLC2A12 トランスポーターが、血液から脳へのビタミン C 供給において重要な役割を担っている可能性が高いことが分かってな。これを受けて SLC2A12 タンパク質を培養細胞や遺伝子欠損マウスを用いて調べたところ、この輸送体が確かにビタミン C を排出する役割を担っていることが解明されたんだ。まさに謎解きって感じだわ。こうして脳へのビタミン C 排出は SLC2A12 トランスポーターによって担われていると解明され、新たにビタミン C 排出タンパク質 VCEP という名前が付けられることとなったぜ。かっこいい名前もらえてよかったね。また今回ビタミン C の排出型輸送体が初めて発見されたことで、脳のビタミン C 濃度の意図的な操作が可能になり、ビタミン C がもたらす脳機能への影響に対する知見を深めることができると期待されているぜ。通常状態との比較研究で脳におけるビタミン C の重要性の理解が進めば、生理学のみならず栄養学や神経科学分野のさらなる発展につながるはずだぜ。ふわー、一つの解明が無数の発展をもたらすかも。6. 謎の答えは消えた支流にあり？ピラミッド。最後はピラミッドを紹介するぜ。ギザの大ピラミッドは紀元前2500年頃に作られた古代エジプトを代表する遺跡だ。1個あたり2トンもある巨石を230万個以上積み上げて作られた規格外の遺跡となっており、その建造方法や建造目的は未だに解明されない謎として有名になっているぜ。ピラミッドはロマンと謎のある遺跡ナンバーワンよね。さてそんなピラミッドの謎の一つに、2トンもある石材をどのようにして運んだのかという謎があるんだ。一応ナイル川を利用したとする説が最も有力視されていたんだが、ピラミッドからナイル川まではおよそ 6.4 キロ離れていてな。この 6.4 キロの間をどうやって運んだのかが説明できなかったために、運搬方法そのものが謎のままとなっていたんだよ。6キロも2トンの石引っ張ってらんないしな。ところが2022年、とうとうこの謎が解明されたんだ。研究者によれば、やはり古代の人々は2トン以上あるこの重い石材をナイル川を利用することで運んでいたそうだぜ。いや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 、6キロの謎は？解明されてる。というか、そもそもその距離を移動する必要はなかったんだ。なんせ利用されたのはナイル川本流ではなく、古代のピラミッド近くに存在した支流の方なんだからな。実はボーリング調査の結果、ギザ周辺にかつて川が存在した痕跡を示す岩層が発見されたんだよ。今じゃカラカラの砂漠なのに。さらに堆積物の中から湿地に植生する植物の花粉の化石が発見されてな。この花粉を分析したところ、ギザ周辺は紀元前6000年頃のアフリカ湿潤期には水で覆われており、ピラミッドが建設された紀元前2500年頃には、最盛期の 40% 程度の水位を維持した川が存在していたことが分かったんだ。これらを総括した結果、古代のピラミッド周辺には今は亡きナイル川の支流が流れていたと解明されたんだよ。嘘ー、ナイル川出てきちゃったよ。そしてこのナイル川支流の存在とピラミッド建造には水路を使用したとする古代文献の記述から、当時の建設者たちはこの支流を利用してギザの麓まで水路を拡張し船に石材を乗せて運搬したのだと結論付けられたぜ。また花粉の分析結果から、支流の水位がツタンカーメン王の治世以降には、水路として使用できないほど下がっていたことも明らかになったんだ。はぁ、そして現代では跡形もなくなって謎となったわけね。そういうことだな。こうして長年謎だとされた重すぎる石材の運搬方法は、かつて存在したナイル川の支流を利用したものであったと解明されたぜ。しかし肝心の建造方法については未だに謎が多く残されており、ピラミッドの探求は現在も活発に行われているんだ。謎が多すぎて解明できる気がしないのよ。とはいえ今回の解明は、ピラミッドが現代技術で解明できる存在であることを示してくれたからな。解明された部分に異次元の技術が使われてなかった以上、時間をかければきっと全貌は解明できるはずだ。ひょっとしたら現代人が深読みしすぎてるだけで、案外なんてことない方法だけで作られた遺跡である可能性もあるぜ。それはそれで面白さがあるかも。というわけで今回は解明された世界の謎第3弾を紹介したぜ。ロマンある謎の解明は当然ワクワクだし、身近な謎が解明されるのも意外な驚きがあって最高だし、このシリーズ好きすぎるよ。このシリーズは霊夢が特に楽しそうに聞くから私も好きだぜ。謎が増えるのと同じくらい解明される謎もある。また面白そうなネタを集めておくから楽しみにしててくれ。さてそんなところで今日の動画は終わりにしよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくね。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今日は人気シリーズの近年解明された世界の謎シリーズを紹介していくぞ。待ってましたー。
ワクワクとスッキリが同時に味わえてこのシリーズ最高なんだよな。今回もかなり面白い内容が勢揃いしてるから楽しんでってくれよな。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、奇跡的な条件で発生する激レア現象？デスバレーの動く石。トップバッターはデスバレーの動く石だぜ。アメリカのカリフォルニア州中部モハーベ砂漠の北に位置するデスバレーのプラヤという地帯では、無生物である石が一人でに動くという奇妙な現象が確認されているんだ。しょっぱなからホラーですか？ここの石たちは皆直径15から45センチとなかなかの大きさを誇っているんだが、こちらの画像のように地面にずれ動いたような跡をくっきりと残しながら勝手に移動するんだよ。この現象は1900年代に初めて確認されたんだが、時には270キロもある巨石が泥に筋を残しながら移動していた事例も存在してるんだぜ。いや怖い怖い、石は勝手に動かないよ。あまりに奇妙なこの現象は科学者の間でも話題になり、1948年以降石に GPS をつけたり長時間カメラで観察したりと様々な研究が行われたぜ。だが仮説はいくつも提示されるものの石が動く原理を断定することはできず、数十年間謎の現象のままとなっていたんだ。何か超常的な力が働いてるんじゃ？そんな噂も一部では囁かれていたな。ところが2014年になって、アメリカの研究チームがこの謎の現象の原理を突き止めることに成功したんだ。簡単に言えばこの謎めいた石の移動現象は、氷と風によって発生したかなり珍しい現象だったぜ。超常現象のかけらもなかった。今回の解明にあたって研究チームは石に GPS 追跡装置を取り付け、上空からのコマ撮り写真を撮影したんだ。そうして記録した石の動きを気象観測を行う測候所という施設から特注で取り寄せたデータと照らし合わせていったところ、石の移動のほとんどが低温状態の時に起きていたことが判明したぜ。すごー、地道な作業が実を結んだのね。ああ、さらに決定打となったのは、2013年11月から2014年2月の間にプラヤの底に形成された巨大池だぜ。この池は雨水が溜まってできたもので、その後数週間かけて凍結し溶けていったんだ。この一連の流れが終わった後に石に取り付けた GPS を確認したところ、なんと岩が60メートルも移動していることが判明してな。ここから石の移動に池の凍結が関係していると推測した研究チームは、氷に着目しながらさらなる観測を続けたぜ。おお、徐々に答えが近づいてる香りがしてきたよ。そして観測の結果導き出されたのが、こちらの図にある原理だ。まずプラヤにできた浅く大きな池が夜間に凍結して朝の気温上昇とともに割れると、割れた氷は風によって水上を滑り石の元へと吹き寄せられるんだ。そして石の周辺に氷片が集まった状態でちょうどいい風が吹くと、氷が船の帆のように風を受けて石を押し動かすんだよ。たったそれだけで石が動くの？動くんだよな。ただ石が移動するにはかなり限定的な条件が重ならなければならないぜ。雨水の池が深すぎたり氷が分厚いと風だけでは石と氷を動かせなくなるし、逆に浅すぎたり薄すぎたりすると石が滑れなかったり移動させる前に氷の方が砕けたりするんだ。さらに風に関しては風速3から 4.5 メートルという限られた範囲内でなければ石を動かすことはできないとされているぜ。いや激レア現象すぎない？そもそもデスバレーは世界一暑い場所とも言われる場所で、年間降水量は50ミリ以下であるために雨水が溜まるという第一条件すらクリアするのは至難の業だからな。そんな中で多くの条件を揃えなければ発生しない動く石現象は、紛れもなく SSR の自然現象だぜ。謎が解けても神秘の塊とか最高だって。こうして長年謎だと言われ続けた一人でに動く石は、多くの条件が奇跡的に重なって発生する神秘的な自然現象だということが解明されたぜ。ここの石は10年間一度も動かないなんてこともザラにあるのに、根気よく研究を続け原理を解明した研究チームには頭が上がらないな。2、色の差は遺伝子と感染症が原因。狼の毛色。お次は狼の毛色を紹介するぜ。北米とユーラシア大陸に生息している灰色狼だが、実は名前とは異なり灰色以外にも白や黒、茶色といった様々な毛色を持っているんだ。灰色じゃないんかい？中でも黒の毛色は存在こそするものの非常に珍しい色味で、世界のほとんどの地域で確認することができないレアな存在なんだぜ。ところが狼の研究を進めていくと、カナダからアメリカのメキシコ方面に南下するにつれ、珍しいはずの黒の毛色をした個体が多く見られることが判明したんだよ。レア度下がってるよ。これには研究者も首をひねったが、南下するにつれ黒の個体が増える理由については長年謎のままだったんだ。しかし2022年にとある研究チームが黒い体毛は変異した遺伝子によって生まれるもので、この遺伝子の持つ特徴が黒い狼の個体数に地域差を出していたことを解明したぜ。どういうこと？
まず狼の経路は CPD103 と呼ばれる遺伝子によって決定されるんだ。もともとこの遺伝子の祖先は灰色の毛をしていたんだが、進化の途中で CPD103 の変異型を持つ家庭犬と交配したことで黒の体毛を獲得したとされているぜ。はぁ、黒の体毛は犬からもらったものだったのね。そしてこの変異型は、犬ジステンパーウイルス感染症等の特定の感染症から身を守る役割も担っていたんだよ。犬ジステンパーウイルス感染症は伝染性が極めて高い上に特効薬や治療法もなく、呼吸器や神経系に深刻な損傷を与える致死率の高い病気だぜ。野生で感染したらおしまいじゃないの？ああ。ところが変異型 CPD103 を持っている黒毛の狼は灰色の狼とは違い、一度この感染症にかかっても命を落とさずに回復することが可能なんだ。つまり特定の地域で犬ジステンパーウイルス感染症が流行した場合に、灰色の狼は抵抗力がないために命を落とし個体数が減っていくが、抵抗力を持つ黒毛の狼の個体数は相対的に増えていくという現象が起きるわけだな。ああ、だから黒毛の個体数に地域差が出るのね。そういうことだ。それに犬ジステンパーウイルス感染症が定期的に流行する地域では、狼たちも本能的に抵抗力を持つ遺伝子を求め始めると考えられていてな。運よく感染しなかったハイゲの狼も黒毛と交配し子にその遺伝子を残そうとするために、犬ジステンパーウイルス感染症の流行地域の黒毛率はどんどん上がっていくのだと推測されているぜ。生存に対する賢さが段違いだって。逆に犬ジステンパーウイルス感染症の危険性が低い地域であれば、黒毛の遺伝子を欲する意味がないわけだ。そのため交配の際に色で相手を選ぶことがあまりなく、もともと多いハイゲが増え続け黒毛の希少性が上がっていくのだとされているぜ。実際黒毛の狼の分布と犬ジステンパーウイルス感染症の流行地域を比較したところ、過去に流行した記録のある地域では黒毛の狼が多く見られ、その他の地域では黒毛は極少数であるとする調査結果が出ているんだ。自分たちに必要なものを理解してるの天才でしょ。なんとも生命の神秘性や生物の賢さを感じる話だよな。ちなみに今回解明された謎は単に研究者の疑問を解消しただけでなく、犬ジステンパー流行の歴史や病気の抵抗力を調べるための鍵にもなるとして注目されているんだ。ゆくゆくは特効薬や治療法開発にも役立つ可能性もあるとされており、今後の研究の発展が期待されているぜ。3、謎すぎる穴はナスカ文化の高度技術だった？プキオ。お次はプキオを紹介するぜ。プキオはペルー南部のナスカ市付近に存在する、乾燥した渓谷地帯の各地にぽっかりと開いた螺旋状の穴のことだ。この穴は何世紀も前からこの地に存在していたんだが、これが一体何なのか、誰が何のために作ったものなのかは長年謎のままだったぜ。確実に人工物なのに謎って気になりすぎるよ。プキオの位置的に古代ナスカ文化とのつながりも示唆されていただけに、研究者たちもかなり頭を悩ませていたぜ。しかし2016年になってようやく、この穴の謎が解明されることとなったんだ。解明した博士によると、この穴は古代ナスカ文化で使用されていた高度な灌漑システムだそうだぜ。想像の数倍すごいものきたね。もともとプキオに関しては送水路の一部ではないかとする説が有力視されていたんだ。ただ実際に機能した証拠もなければ、どのような形で機能するかについて説得力のある説明も出てこなくてな。そのため今回解明にあたって博士含む研究チームは、衛星写真を利用してこの説の証拠と機能の解明を行うことにしたぜ。古代ナスカの謎 VS 現代技術きたー。まずチームは衛星写真でナスカ地域におけるプキオの分布を調査したんだ。さらにプキオ周辺の現在の土壌の湿度や植生の変化を調査し、プキオの分布との関連性を調べたぜ。その結果湿度や周囲の植生からプキオが灌漑システムとして成立していたと結論付けることに成功したんだ。うおお、衛星写真様様すぎる。さらにプキオの分布や実物への調査によって、プキオの機能解明にも成功したぜ。博士によればプキオはまず螺旋部分で雨水などを無駄なく穴に集めた上で、入り口から取り入れられる風を利用して水を下に続く地下用水路へと流し込むんだそうだ。すると押し込まれた水は空気の流入があるおかげで止まることなく水路に沿って移動していき、水を必要とする格納地に届けることが可能だったとのことだぜ。はい、古代によく作ったねこんなの。おそらくは農耕を行うために古代の人々が考え出したものだとされているが、水を効率よく安定して供給できるシステム性、それを実現する建造技術の高さに驚きを隠せないぜ。しかも今回の研究で、一部のプキオが未だに機能していることも判明しているんだよ。ナスカ文化の灌漑システム高度すぎない？もともとナスカ文化は高度な技術を多く有していたとして有名だったが、数千年経っても朽ちない上に停止することもないこの灌漑システムには研究者も開いた口が塞がらない様子だったぜ。
ナスカ文化には文字がなかったために詳細はつかみかねるが、この灌漑システムだけでもいかにこの文化が洗練されていたかがわかるよな。何者なのよ古代ナスカの人たち。また今回の解明で、ナスカ地域に関する別の謎も解明することができたんだ。というのもナスカ地域はひどく乾燥している上に、エルニーニョ現象という周期的な海面水温上昇によって、劇的な気候変動や異常気象に見舞われる本来人間が住むには適していない地域なんだよ。ところがここには古代よりナスカ文化やトラカス文化といった重要な文明がいくつも存在できており、その理由が長らく謎だとされてきたんだ。もっと住みやすいとこあるもんね。しかし今回プキオが灌漑システムであると判明したことで、彼らは灌漑システムを発展させることができたために、この地域に住み続けることが可能だったのだと解明することができたぜ。特にプキオの完成後は乾燥した地域にいながら年間を通じて水の利用が可能となったことで、集約的な農業が営めるようになり、半でのある土地でも高度な生活や文化を築くことができたとされているんだ。一つの解明で二度おいしいの最高すぎるって。こうして長年謎の穴だとされてきたプキオが、古代ナスカの英知の結晶であることが解明されたぜ。現代でも作動し続ける古代の灌漑システム、ナスカの人々の文明力の高さに驚かされるばかりだな。4. ありふれた現象なのにメカニズムは超難解？ティーポット効果。お次はティーポット効果を紹介するぜ。ティーポット効果とはティーポットや急須で飲み物を注ぐときに、液体が注ぎ口の下を伝ってポタポタと垂れてしまう現象のことだ。なるなる、気をつけても垂れるから困るんだよね。この現象は一見すると単純でありふれたものに見えるんだが、実はそのメカニズムを流体力学の枠内で説明するのは非常に難しく長年謎の現象とされてきたんだぜ。ただ液体が垂れるだけなのに？ああ、この現象が初めて科学的に言及されたのは1956年のことなんだが、これ以降多くの研究者がメカニズム解明に乗り出したものの誰も説明しきることができなくてな。シンプルにもかかわらず非常に難解なこの現象は長年研究者の注目の的となっており、1999年にはこの現象をテーマに研究を行ったチームがイグノーベル賞を受賞しているんだぜ。もはや解けない謎として愛されてるやんけ。しかし過去数十年にわたる研究の結果、とうとう2021年にそのメカニズムを解明することに成功したんだ。ティーポット効果を解明したのはウィーン工科大学の研究チームで、彼らによればこの現象は慣性力、粘性力、毛細管力の相互作用によって発生するとのことだぜ。いや想像以上に複雑そうだね。順を追って説明しよう。はじめに彼らはティーポット効果を知るべく、ハイスピードカメラでティーポット効果を撮影したんだ。すると注ぐスピードが速ければティーポット効果はほとんど起きないものの、スピードが一定以下になると液滴が生まれ注ぎ口の下を伝って垂れたんだ。ここからティーポット効果にはスピードが関係しており、普段ティーポットや急須でこうなりがちなのは注ぎ終わり間際にスピードが落ちるためだということを突き止めたぜ。やってること頭良さそうなのに扱ってる現象がしょぼいんだよな。そして研究チームが映像を使用して分析を行ったところ、とうとう長年の謎をきれいに説明することに成功したぜ。まず注ぐスピードを落としたとき、液体の流れは完成。物体が直前の状態を続けようとする性質によってカップに向かう方向へと流れようとするぜ。しかしその一方で、注ぎ口付近の液体のスピードは毛細管力によって低下してるんだ。毛細管力というのは液体の表面張力等の作用で、小さな空間の内側を重力や上下左右に関係なく液体が持ち上がり広がっていく力のことだ。ティーポットで言えば、注ぎ口の中で液体が広がろうとするためにスピードが大きく落ちるわけだな。はい、結果が反発しちゃってるわね。この二つの力の相互作用がティーポット効果の基礎だぜ。そして流体には流速の分布が均一でない時に速度差を鳴らして均一にしようとする粘性という性質があるんだ。これによって生まれる粘性力がさらに液体のスピードを低下させ、ティーポット効果を発生させているんだよ。うわぁ、本当にめちゃくちゃ難しかったわ。注ぎ口から液体が垂れる、たったこれだけの現象なのにメカニズムに関わってる力の多さに驚きだよな。ちなみにティーポット効果が始まるのは、注ぎ口の側面と液体の表面が接する非常に狭いポイントに限定されてるんだ。そのため注ぐ角度が小さかったり、ポットの材質の浸水性が高かったりすると、液体が側面から離れる力が弱まってティーポット効果が生じやすくなるんだ。ってことは、大きな角度で浸水性最悪のティーポットなら垂れずに済むかも？ゼロとはいかないがかなり抑えられるはずだぜ。また今回の解明でティーポット効果のメカニズムに重力が差して重要でないことも判明したんだ。これにより重力がある場所でなら、たとえ月面でも十分にティーポット効果が生じることも解明されたぜ。はい、人類が宇宙に逃亡してもティーポット効果からは逃れられない運命なのね。
日常によく見るありふれた現象ながら、長年謎に包まれてきたティーポット効果。解明されないのも納得のメカニズムだったぜ。案外身近にこうした謎めいた存在があると思うと、日々の生活にも潤いを感じてしまうな。5、タイタニック号付近の奇妙な反応？謎のソナー反応。お次は謎のソナー反応を紹介するぜ。このソナー反応は、かの有名なタイタニック号と関係があるから先にタイタニック号について紹介してくぞ。タイタニック号は1912年4月15日に悲劇の沈没事故を起こした豪華客船だ。犠牲者数は1500人以上にも上り、タイタニック号の沈没は20世紀最大の海難事故と呼ばれ、映画や小説のモデルにもされているぜ。誰もが一度は聞いたことある名前だよね。そんなタイタニック号は未だに海底3650メートル地点で眠っているんだが、1998年に船周辺を潜水艇で調査したところ、タイタニック号とはまた別の奇妙なソナー信号が確認されたんだ。それ以降タイタニック号の調査のために周辺を訪れると、その謎のソナー信号は必ず現れるようになっていったぜ。一体何が反応してるの？それがわからなかったんだよな。当初はタイタニック号とは別の沈没船が付近にあるんじゃないかと推測されていたが、どれだけ調査しても沈没船は見つからなかったんだ。その他にも発生源と思われるものは発見できず、26年もの間ソナー信号の正体は謎のままとなっていたぜ。悲劇の沈没船近くに現れるソナー信号、なんだかゾクゾクしちゃうって。そんな中2022年にとうとうソナー信号の正体を解明することに成功したぜ。謎を解明したのは1998年にソナー信号を受け取ったダイバーの一人で、彼は科学者や出資者の支援を受けつつ再度タイタニック号付近へと赴き調査を行ったんだ。すると技術の進歩もあってか、ソナー信号の正体が深海生態系から発せられていたことを突き止めることに成功したぜ。ホラーでも沈没船でもなかった。ダイバーによれば、ソナー信号を発していた一帯は玄武岩でできた火山岩層の集合体だったそうだ。その中には海面や海竹、数千年前から存在していたと思われる複数種のサンゴにスクワットロブスター等、様々な生物が生息しており、その多様性と密度には調査に参加した科学者も驚きを隠せない様子だったぜ。はい、深海なのに賑やかね。ダイバーたちは長年の謎の正体を映像や写真に捉えるだけでなく、環境 DNA の収集も行っていたぜ。タイタニック号付近のソナー反応の正体を解明できたことももちろんだが、発見された生態系は深海研究にも大いに役立つ存在だったからな。極めて高密度のこの生態系は、これまでに発見されてない深海生物の多様性や生態系のあり方を知れる重要なサンプルだとされているぜ。答えだけじゃなく学術的価値も高すぎるって。また今後は今回手に入れた情報を使い、タイタニック号が深海環境に悪影響を及ぼしていないか、タイタニック号の沈没が生態系にどう影響していたかといったことも調査していくようだ。一体の生態系を見るに悪影響の心配はなさそうだが、研究過程で深海生物の生態や生態系形成メカニズム等新たな発見を得られる可能性が高いからな。思わぬ発見に研究者さんウハウハでしょ。タイタニック号に関連する謎を解き明かそうと訪れてみたら、未発見の深海生態系が出てきた。だなんて、専門家からしたらお宝発見もいいところだろうな。謎の答えはオカルトな存在ではなかったが、人類の海への理解をまた一歩進める貴重な発見となったぜ。6、謎すぎる強度の理由がついに解明？ローマンコンクリート。最後はローマンコンクリートを紹介するぜ。ローマンコンクリートはローマ帝国時代に使用された建築材料のことだ。50から100年程度しか寿命のない現代のコンクリートとは違い、2000年経っても朽ちることない圧倒的強度を誇るこのコンクリートは、現代では再現できないロストテクノロジーの一つとしても有名だぜ。古代の高度技術の代表格だよね。さてそんなローマンコンクリートは、なぜこれほどの圧倒的な強度を保てているのか長年謎だとされてきたんだ。一応これまでにも現代のコンクリートとは違い、材料に火山灰が使われているために強度が出ているとする説や、それが海水と反応して岩が成長するのと同じ現象がコンクリート内で起きているために強度が高いとする説など、様々な仮説が唱えられてはいたぜ。しかしいずれも強度の証拠として断定できる情報がなく、真相は謎のままとなっていたんだ。現代でも解明できない技術とかロマンしかないって。しかし2023年になって、とうとうこのローマンコンクリートの強度の謎が解明されることとなったんだ。今回謎を解明したのはアメリカ、イタリア、スイスの研究者らが参加する研究チームで、彼らは2000年前のローマンコンクリートのサンプルを分析することで答えを導き出したぜ。一体強度の源は何だったの？それがライムクラストと呼ばれる白い石灰の塊だったぜ。
過去の研究でもこのライムクラストがローマンコンクリート内部に存在することは確認されていたんだが、なんせこれはただの塊。言ってしまえばダマになった石灰だからな。単に原料の品質が悪かったり混ぜ方がずさんだったために生まれた品質不良の賜物だとスルーされてきたんだよ。そんな存在が強度の要だったの？ああ、今回研究チームはローマンコンクリートの質の高さと古代ローマの建築技術から品質不良を示すライムクラストが大量に発生しているのは不自然だと考えたんだ。そこでライムクラストを調査してみたところ、なんとこれがコンクリートに時間経過とともに生じる亀裂を修復する能力を与えていたことが判明したんだよ。修復？チート能力にも程があるでしょ。実際に研究チームが実験を行ってみたところ、ライムクラストは水に触れると溶けて亀裂に流れ込み再結晶化してその亀裂を修復するという結果が出たんだ。この修復は風化による亀裂の拡大よりも早く起きるために、ローマンコンクリートは劣化の少ない高強度の状態を数千年間維持できたとされているぜ。ライムクラストすごー。ちなみに調査の結果、ライムクラストは品質不良ではなく生石灰を加える製造過程で生まれたものであったことも解明されたぜ。もともと古代ローマの文献には小石灰を使用した記録は残っていたんだが、当時の人は強度を出すために小石灰の代わりに、あるいは小石灰に加えてこれを使用したのではないかと推測されているんだ。現代でも不良品扱いされてたライムクラストのチート性能を見抜いてた古代ローマの知性エグすぎるって。またさらなる分析をした結果、ライムクラスト以外にもホットミキシングと呼ばれる、超高温下でコンクリートを製造する手法が頑丈さを手助けしてたことが判明したぜ。ホットミキシングを行うと、小石灰のみを使用した時には起こり得ない化学反応が可能になり、特殊な高温関連化合物が形成されるんだ。これが強度を底上げしたとされているぜ。完全にコンクリートの強度、限界突破しとる。ちなみにホットミキシングについては強度だけでなく、コンクリートの硬化時間を大幅に短縮するという利点も存在するぜ。つまり古代ローマの人々は建築に際して、難易度に関係なく最も利益のある手法を取っていたわけだな。もはや神の領域に到達した職人技だわ。こうして長年謎のロストテクノロジーとされてきたローマンコンクリートは、生石灰とそれにより生まれるライムクラスト、そしてホットミキシングにより異様な強度を獲得していたことが解明されたぜ。これまで注目されていた火山灰とはまた違った部分に強度の秘密があったとは、研究者も驚いたことだろうな。予期せぬ角度からとんでもない威力でぶん殴られてるもんね。今後火山灰と強度の関係性も明らかとなれば、いよいよローマンコンクリートはロストテクノロジーの枠から外れていくかもしれないぜ。ただ解明されるワクワク感は嬉しいが、ロマンが消えてく寂しさも感じてしまうな。というわけで今回は解明された世界の謎第4弾を紹介したぜ。今回も知識欲満たされる最高の動画だったよ。ロマンが消える切なさもあるけど、答えを知りたい好奇心に勝てないんだよな。楽しんでもらえてよかったぜ。案外謎の答えの話って日常で聞こえてこなかったりするものだが、霊夢のためにも私が責任持ってそれらを拾い上げていくから期待して待っててくれよな。やったー、何百年後でも期待して待ってる自信あるわ。そんなところで今日の動画はここまでにしよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。室内でスマホが突然と消える謎が解明できなくて泣きそうなゆっくり霊夢です。後で鳴らしてやるから元気出せ、ゆっくりマリサだぜ。もう、スマホ消えたせいで危うく撮影に遅れるとこだったよ。なんだかんだ時間通り集合できてるのが偉いな。それじゃあ今日は遅刻しなかった霊夢へのご褒美として、近年解明された世界の七不思議の謎5000を紹介するぜ。これでモヤモヤをすっきり解消してくれよな。おお、スマホなくしてよかったかも。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、傾きの原因が倒れない理由？草の斜塔。トップバッターは草の斜塔だぜ。とその前に、まずは軽く世界の七不思議について紹介しておくぜ。世界の七不思議とは、不思議な魅力を持つ七つの建造物の総称だ。この不思議はオカルト的な意味合いではなく、建築物の出来栄えが驚異的、称賛すべきものであることを示す言葉だぜ。あ、そうなの？てっきり謎だらけのミステリー建造物なのかと思ってたわ。どちらかといえばその時代にある最も素晴らしい建造物7000って感じだな。ただ中には多くの謎を秘めているものもあり、それを含めて世界の七不思議の魅力とされているぜ。それじゃあ本題の草の斜塔について紹介していこうか。待ってました。草の斜塔はイタリアのピサ市にあるピサ大聖堂の鐘楼だ。中世の七不思議の一つであると同時に世界遺産にも認定されており、高さがある塔でありつつも斜めに傾いていることで有名だな。
当初は 5.5 度ほど傾いていたが、1990年から2001年の間に行われた工事で約 3.97 度まで建て直されているぜ。何度見ても建物として異次元すぎる傾きなのよね。さてそんな草のシャトーなんだが、実は1173年の着工後から現在に至るまでの間に少なくとも4回の大地震に見舞われているんだよ。この傾斜で地震は致命的じゃない？誰しもそう思うよな。約5度から4度傾き続けているこの塔は、本来非常に脆く大地震に見舞われればひとたまりもないはず。ところがなぜか草のシャトーは大地震にびくともせず、現在に至るまで倒壊もしなければ深刻なダメージすらも受けず600年以上そびえ立っているんだよ。いやなんで？この理由がさっぱりわからず、長年草のシャトーの謎の一つに数えられていたんだ。ただ近年の研究で、とうとうこの謎は解明されることとなったぜ。2018年に地震科学や建築工学のエキスパートを含む16人のスペシャリストが研究を行った結果、草のシャトーは地盤と構造物の動的相互作用により現代まで生き残っていたことが解明されたんだ。はい、というと？簡単に言えば地盤と建物の相性が抜群に良かったんだよ。調査の結果、草のシャトーの塔自体は丈夫で高い構造をしている反面、その地盤は非常に柔らかいことが判明したんだ。これだけ聞くとさらに倒壊の危険性が高そうに思えるが、実はこの地盤の柔らかさと建物の丈夫さのズレこそが草のシャトーを守っていたんだよ。ほうほう。通常地震で建物が倒壊するとき、建物には単純な揺れが加わるだけでなく、地面の揺れに建物が共振することでエネルギーが増大するという現象が起きているんだ。この増大したエネルギーこそが建物に深刻なダメージをもたらし倒壊へと導くんだが、不安定で柔らかい地盤の上に一定の高さと強度を持つ建造物がある場合に限って、なんとこの共振は相殺されるんだよ。何そのピンポイントな救済？そのためこの相殺条件を満たした草のシャトーは、地震の揺れを極端に緩和し倒壊することなく存在し続けることができていたんだ。草のシャトーが傾いた原因である柔らかい地盤こそが倒れない理由でもあるとは、なんとも不思議な話だぜ。不思議というかもはや奇跡だよ。間違いないぜ。なんてことなかった塔に不安定さという魅力と倒壊しない安定性を与えた地盤は、草のシャトーにとっては恩人とも言うべき縁の下の力持ちだな。2. 数千年前の地震の犯人を特定？コロッセオ。お次はコロッセオを紹介するぜ。コロッセオはローマ帝政期の西暦80年に建造された円形闘技場だ。新世界の七不思議に選出された世界遺産で、ローマンコンクリートを素材としているなどローマの建築技術が存分に発揮された建造物として有名だぜ。コロシアムの語源になった遺跡よね。さてそんなコロッセオは非常に丈夫で、建造から現在まで数千年もの間老朽化や地震などの自然災害に耐え崩壊することなく現存しているんだ。しかし実は5世紀に起きた地震は、コロッセオに修復工事が必要なほどの深刻なダメージを与えたことが記録に残されているんだよ。よっぽどすごい地震だったのね。そのようだな。ただ残された碑文から443年に地震で破損したコロッセオの修復を行ったことは判明していたんだが、地震については規模の割に情報がなく発生区域等の詳細は謎に包まれていたんだ。ところが2016年になって、この大地震を引き起こした活断層が解明されることとなったんだよ。おお、よく解明できたね。一応前々からこの活断層が非常に強い地震を過去に引き起こしたことは判明していたんだが、古文書や歴史的記録との照合はされていなくてな。今回2016年8月から10月にかけてイタリア中部で断続的に発生した地震の研究中に照合を行った結果、コロッセオを襲った犯人であることが解明されたんだぜ。はい、よくぞ照合してくれたよ。さらに研究チームは活断層に残された地盤の変形を詳細に調査することで、この活断層が2016年までの9000年間に少なくとも5つの大地震を発生させたことを突き止めているぜ。またこの活断層は1500年から2100年の周期で大きな破壊力を持つ地震を発生させていることも判明しており、今後の地震対策にもつながる有益な調査結果だと評されていたんだ。丈夫なコロッセオを破壊する地震とかシャレになんないもんね。ちなみにコロッセオを襲った地震は、この活断層が起こした5つの大地震のうち一番最後に起きたものだとされているぜ。記録によれば地震発生は443年とのことだから、周期的に見れば現代はちょうど地震が発生してもおかしくない時期に位置しているな。うわぁ、今見つかってよかった。2016年に起きた地震でこの活断層も活性化していたようだし、今後の動きが気になるところだぜ。地震を食い止めることは不可能だが、知ってさえいれば備えて被害を最小限にすることが可能だからな。新世界の七不思議の謎の解明が、人類に思わぬプラスを与えてくれたぜ。ロマンもスッキリも備えもくれるとか最高すぎるって。
3、伝説はありえない話だと解明された？ロドス島の巨像。お次はロドス島の巨像を紹介するぜ。ロドス島の巨像は紀元前3世紀頃にエーゲ海南東部のロドス島に建造され、その壮大かつ近世で美しい出立ちから古代世界の七不思議に選ばれた彫像だ。太陽神ヘイリオスをかたどっていたとされており、全長は34メートル、台座まで含めると自流の女神像に匹敵する約50メートルになったと記録されているぜ。いやでかー、よく紀元前に作ったね。ただこちらの巨像は記録にこそ残っているものの、現在まで実在を示す遺構などは発見されていないんだよ。というのも実は建造から58年後に起きた地震により、像は膝から見事に折れて倒壊してしまったんだ。その後再建の話も持ち上がったんだが、住民は、神をかたどったものを作ったことで神が怒り地震を起こしたのだ、と怯えてしまい再建を拒否してな。結局像は当時の姿をどこにも残すことなく、現代では跡形もなく消えてしまったんだよ。当時の人が言ってることもわかるけど、見てみたかったな。一応記録の多さや詳細さから実在はほぼ確定だろうと言われているものの、果たしてどんな姿でどこに配置されていたのかは未だに謎に包まれているぜ。まさに伝説の巨像だわ。そんなロマンある存在なだけあって、後年には巨像の姿を想像する人間が後を絶たず、その過程で多くの伝説が生まれたぜ。その中で特に多くの人に信じられ語り継がれたのは、巨像が高校をまたぐ姿勢でそそり立っていたとする伝説だな。ほい、じゃあ船が巨像のお股をくぐってたのね。ああ、太陽神ヘイリオスの姿をした像が海を向いた状態で高校を股にかけており、海に出る船は皆像の股下をくぐって出入りしていたと考えられているんだ。もちろんこれが真実かどうかは謎だったが、太陽神の像にふさわしい出立ちだとして多くの人の間で信じられ、様々な創作物にも使用されていたぜ。神に守られし港とか最高だもんね。ただ残念なことに、近年の研究によってこの伝説はあくまで伝説に過ぎなかったことが解明されてしまったんだ。というのも航行の幅を基準に計算したところ、記録に残されている巨像のサイズよりもさらに大きくなければ航行を股にかけることはできないことが判明したんだよ。え？自由の女神像サイズなのに足りないの？ああ、また仮に記録通りのサイズでなんとか足を広げ航行を跨いだとしても船が通れる高さではない上に、当時の建造技術では耐久性がかなり低くなり、像として立ち続けるのは難しいことも判明したんだ。これにより伝説で語られた姿は、現実では再現不可能なおとぎ話であることが解明されたぜ。せっかくロマンあったのにな。現在では耐久性やサイズ感から推測して、ロドス島の巨像はそもそも高校の近くに存在していなかったか、あるいは高校近くで足を閉じて立っていたのではないかと言われているぜ。また記録の中には倒壊時に多くの家屋を下敷きにしたという記述もあったことから、街中に立っていたと考える人もいるな。謎すぎて仮説だけ増えてるやつ？まあそういうことだ。現在でもロドス島の巨像の実態解明のために多くの研究者が調査を行っているものの、この伝説が現実的にありえないこと以外は解明されておらず、全て謎に包まれたままだぜ。断片的ではあるものの、十分すぎるほどの記録が残されているのに、残骸一つ見つからず一向に実態が見えてこないというのが不思議なところだよな。巨像なのに残骸が見つからないのは不可解だよね。ただロドス島の巨像にはこの他にもロマンあふれる伝説がまだまだあるから気落ちしないでくれ。中でも巨像の手には見えた油や鉄の入った器が握られており、敵船が近づくと像がそれを注いで撃退していたという伝説はかなりロマンある話として語り継がれているぜ。おー、港を守る門番って感じが最高にかっこいい。果たしてロドス島の巨像はどんな姿をしていたのか、どこから人々を見守っていたのか、これらの謎もいつか解明されてほしいものだな。残骸が見つかるまでの間はロマンある仮説を否定する解明が多くなってしまうかもしれないが、最後には最高にロマンある答えが見つかる気がするぜ。4、予想に反した高度な計算がされた聖堂？アヤソフィア。お次はアヤソフィアを紹介するぜ。アヤソフィアはトルコのイスタンブールにある532年から537年にかけて建設されたモスクだ。東ローマ帝国の代表的な遺構であり、ビザンティン建築の最高傑作とも評価されるほどの美しさから中世の七不思議と世界遺産に登録されているぜ。ふわぁ、中綺麗すぎるでしょ。当時の建築としては異例の巨大なドーム天井を採用しているからな。中央のドームは直径33メートル、床からの高さが56メートルという巨大さを誇りながらも、わずか4本の柱で見事に支えられているから驚きだ。いや、よく作れたねこれ。加えて真下から見るとドームを遮るものが何もなく、まるで無重力状態で空中に浮いているかのように見えるんだ。この美しさには有名な旅行家のマルコポーロも感動し、東方見聞録に、このような規模とプロポーションをした建築物は他にないであろう、と簡単の声をポロリしていたぜ。
生で見てみたすぎる。さてそんなアヤソフィアなんだが、実はこのドーム建造を実現した設計プランが果たしてどんなものだったのか長い間謎のままだったんだ。というのもこれだけ壮大かつ高度な建造物にもかかわらず、現存する資料の中に設計プランを記したものがなかったんだよ。それは残しとくべきじゃない？一応こちらの建築には数学と建築に精通した二人の人物が携わっていたとする記録は残されていたんだが、なんとこの二人、アヤソフィアの建設以降歴史上に何も残さず消えてしまっていてな。そのため他の建造物から傾向を知ることもできず、アヤソフィアが一体どんな構想で作られたものなのかは謎に包まれてしまったんだ。カムバック建築関係者ー。あまりの情報のなさから、後年には論理的な建築構想で作られた建築物ではないだろうという意見が主流になっていたぜ。しかし2004年に文化遺産保護に携わっていた大学教授が中心となった研究チームが、建築構想を解明すべく立ち上がったところ、驚きの真実が解明されることとなったんだ。おお、一体何が？研究の結果、なんと後年の予想に反し、アヤソフィアが数学的な倫理的構想に基づいて建築されていることが判明したんだぜ。美しい上に高度な計算を用いて建ててたの？ああ、まずアヤソフィアは正方形と円が二次元的に、立方体と球が三次元的に複雑に絡み合っていたために、建築の基本的な構想がわかりにくいという問題点を抱えていたんだが、研究チームはこれを三次元をスキャンし分析する最新レーザーを用いて紐解くことに成功したんだ。これによりアヤソフィアを構築するすべての円、正方形、球、立方体を個別に浮き上がらせ、どんな構想や規則性のもとに組み立てられているのかを解析することに成功したぜ。ふむふむ。その結果アヤソフィアの建築は、天動説で有名なプトレマイオスの定理に基づいており、円とそれに内接する正方形が織りなす点と線で構築されたすべてが計算づくの数学的設計であることが判明したんだ。すごー。ちゃんと数学的にも意味のある美しさだったのね。確かに建築に携わったのは数学に精通した人物だったと記録されてはいたが、まさか6世紀にここまで高度な数学的知識を建築分野に活かすことが可能だったなんて誰も思っていなくてな。これには研究チームや建築士の専門家も驚きを隠せない様子だったぜ。これだけのものを作れたのに歴史から消えてるってのも驚きだよ。間違いないぜ。過去に何度か起きたドームの半壊やそれに伴う修復工事から建築技術が構想に追いついていない面、構想が理想論に近すぎた面が若干見受けられはするものの、6世紀にこの奇抜かつ卓越した聖堂を設計できたその腕は確かだったはずだからな。たった一度の登場で歴史から退場するにはあまりに惜しい才能だったと思うぜ。他の作品も見てみたかったな。まったくだ。こうして解明された謎は天才の偉業を世に知らしめるとともに、アヤソフィアに美しさだけでない価値を与えたぜ。道具も知識も現代よりはるかに進んでいなかった時代に現代人も驚くような設計と建築を行うとは、やはり何かを極めた人間が発揮する力が何にも代え難い素晴らしいものであることを思い知らされるぜ。5、長年の謎の答えは単純明快だった？マチュピチュ。最後はマチュピチュを紹介するぜ。マチュピチュは15世紀のインカ帝国の遺跡で、ペルーのウルバンバタニに沿った山の尾根に存在するんだ。標高2430メートルという非常に高地に存在していることから天空の遺跡とも称され、世界遺産に登録されるとともに新世界七不思議にも選出されているぜ。声に出して読みたい名前ナンバーワンでもあります。さてそんなマチュピチュは以前別の動画でも紹介したが、なぜ建造されたのか、どんな目的で建造されたのかなど様々な謎を抱えた遺跡でもあるんだ。そんな中でも特に、なぜこれほど標高の高い不便な場所にあえて建造したのかという謎は、長年研究者の間で議論され続けてきたぜ。何回聞いても謎の立地だよね。こんな場所では建造のための資材を運ぶのにだって苦労するだろうし、生活の基盤を置くには足りないものが多すぎるからな。そのため研究者の間ではインカ帝国を滅ぼしたスペイン人から身を隠すため、太陽を神としたために空に近い場所に建造する必要があったと、のっぴきならない事情ゆえに仕方なくこの場所に建造したのだろうとする説が有力視されていたぜ。じゃあなしで爆誕した天空城嫌すぎるな。ところが近年の研究でとうとうこの謎が解明され、なんとこの高地にはとある秘密がありマチュピチュ建造にふさわしい場所として、あえて選ばれていた可能性が極めて高いことが解明されたんだよ。好き好んで選んでたのここ？そうなんだよ。というのも調査の結果、マチュピチュの真下には北東から南西にかけて走る断層と、北西から南東にかけて走る断層の2本が走っていることが判明してな。さらにこれらを衛星写真と測量を用いて調べたところ、ちょうど2本が交差する地点こそがマチュピチュのある場所だったんだ。断層の交差する点に立つ天空の城って神秘的すぎない？
なんだかワクワクする話だよな。そしてこの断層こそがマチュピチュがこの場所に建造されるに至った重要な秘密だったんだよ。マチュピチュには大小様々な石材が接着剤なしで精巧に組み上げられているが、実はその石材を生んだのはこの断層だったんだ。断層が石材を？どういうこと？断層は地殻核のプレートの移動等によって生まれた強い力が、地層や岩盤を割りずらした状態のことを指すんだ。この時加わった強い力によって割れ方に一定の規則性がある岩が多く生まれるんだが、これこそがマチュピチュに使用された石材なんだよ。はい、不便どころか材料豊富な便利な土地だったわけね。そういうことだ。またこれまではどのようにして大量の石材を精巧に加工していたのか、それらをどうやって高地へと運搬していたのかも疑問視されていたが、今回の解明でそれらが謎ですらなかったことも明らかになったぜ。なんせマチュピチュは手間暇かけて接着剤が不要なほどの精巧さで石材を加工し運び込んだのではなく、単にその場に自然に生まれたいい感じの石をうまく使って作り上げられた遺跡だったわけだからな。めちゃくちゃ単純な答えだった。ちなみに建物以外にもマチュピチュにある階段や農耕エリアは、ある程度自然の断層を反映する形で建造されていたぜ。ゼロから加工と建造を行っていれば大変な労力と技術を要したであろう階段類も、自然を利用すれば難なく建造が可能だったことだろうな。地の利を最大限利用してるの強すぎるって？さらに断層は優れた水回りも提供してくれていたんだ。雪解け水や雨水は全て断層に沿って流れるために生活用水を入手しやすく、粉砕された豊富な岩石の存在は水はけを助け浮きでも洪水の被害からマチュピチュを守ってくれたんだ。ほう、断層様々すぎる。こうしてマチュピチュは自然を利用した、極めて現実的な建築計画に基づいて作られた遺跡である可能性が高いことが解明されたんだ。古代の人々からすれば使えるものを使うのは当然のことなんだろうが、あれこれ考えた後で答えが自然を利用しただけというシンプルなものだったと聞かされると、我々現代人の考えが凝り固まっていることを痛感するな。技術が進歩しすぎて視野が狭くなってるんだよな。というわけで今回は近年解明された世界の七不思議の謎をご紹介したぜ。いやーすっきりすっきり。驚きも学びもあって最高の動画だったよ。霊夢が元気になってくれてよかったぜ。今回紹介した七不思議はどれも謎以外にも多くの魅力を持つ建造物だ。もし動画を見て興味を持った建造物があれば、ぜひ自分で調べたり実際に見に行ったりしてみてくれよな。さてそんなところで今日の動画はここまでにして霊夢のスマホを探しに行こうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくね。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今日は人気があった近年解明された世界の七不思議の謎パート2を紹介していくぜ。やったー、解明された謎でワクワクを得つつ、遺跡を眺める世界旅行できるの楽しすぎるのよねー。今日も目と耳と心で楽しめるネタを持ってきたから大いに楽しんでってくれよな。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、伝説ではなかったことが判明。オリンピアのゼウス像。トップバッターはオリンピアのゼウス像だぜ。オリンピアのゼウス像は紀元前435年に古代の有名な彫刻家ペイディアスによって建造され、古典古代における世界の七不思議の一つとして数えられたものだ。天空神であるゼウスをかたどった彫像で、古代オリンピックにおける奉納競技の本尊とされていたと言われているぜ。はい、聞いてるだけで神々しいわね。文献によれば見た目もかなり神々しかったようだぜ。というのもゼウス像は座像でありながら全長が約12メートルと巨大な上、本体の表面には象牙、座席には金や宝石といった豪華な装飾がされていたそうだ。そのいでたちはまさしくゼウスと呼ぶべき美しさで、紀元前2世紀頃のローマ将軍もその神々しさに強い畏怖の念を感じたと綴られていたぜ。めちゃんこでかくて豪華とか迫力あっただろうな。さてそんなオリンピアのゼウス像なんだが、実は建造から800年後の394年にビザンツ帝国に移された後、消息不明となっているんだ。おそらくは消失したとされており、現在にはその欠片も残されていないぜ。ゼウス像の管理ずさんすぎない？そのためゼウス像が実在したのか否かは長年謎に包まれていたんだ。しかしなんと1958年に像の制作に使用されたと思われるペイディアスの工房が発見されたことで、ゼウス像が実在したことが解明されたぜ。おお、伝説じゃなかったのね。発見された工房からは像の制作に使われたと見られる金や象牙を加工する道具や象牙のかけら、宝石や粘土型塔が発見されたぜ。文献情報との整合性も高く証拠としての信憑性が高かったこともあり、これまで謎に包まれていたゼウス像の制作方法や年数、工程に参加人数とあらゆる情報が解明されるとして期待されたんだ。像に関する謎一網打尽じゃないの。ところが、
なんとその後工房調査に関する情報も、ゼウス像の謎が解明されたという続報も一切入らなくなってしまったんだよ。おそらく研究や調査自体は続けられているんだが、一般にその情報は公開されていないぜ。ネットにサクッと落ちてたりしないの？してないんだよな。ネット社会になった今こうした研究や調査の結果は容易に見つかるもんなんだが、どこを探しても見当たらないんだよ。そのためゼウス像が実在するか否かといった謎は解明されたものの、その他については一般人の間ではまだ謎のままとなっているぜ。一部の人は答えを知ってそうなのが悔しい。なんなら一般人的にはなぜ情報が公開されてないのかという謎まで生まれてしまったからな。工房の発見でゼウス像の謎が解明されるどころか、むしろ謎が深まってしまったぜ。実在は確定したってのがまたむずがゆさを煽ってるよ。まあ古代オリンピア周辺は世界遺産に登録されている場所でもあるし、純粋に調査が進んでおらず公開できるような情報がないだけかもしれないがな。果たしてゼウス像はどんな方法や工程で作られたのか、なぜ工房の調査結果が公開されないのか。実在が確定しただけでも大きな一歩ではあるが、解明の鍵がチラ見えしているだけにこれらの答えも気になってしまうぜ。情報公開まで正座待機するしかないよー。2、ロマンと価値大爆発な秘密の地下迷宮？大宝恩寺瑠璃島。お次は大宝恩寺瑠璃島を紹介するぜ。大宝恩寺瑠璃島は中国江蘇省南京市にある仏教寺院で、1403年から1435年にかけて建造され中世の世界の七不思議に選出されたものだ。九層構造の塔全体はその名の通り綺麗な瑠璃色の瓦で作られており、昼は日を反射して目がくらむほど輝いており、夜は塔に吊るされた明かりで幻想的に照らされる壮麗な建物だったとされているぜ。ふわー、一度でいいから見てみたいよ。残念ながらこちらの建造物も1856年に戦火によって焼失しており、現代ではわずかな痕跡程度しかその姿を残していないぜ。ただ南京市博物館には塔に使用された瑠璃色の瓦の欠片や復元模型が置いてあるから、一目見たいという人はそちらを訪ねてみてくれよな。マリサと行きたいとこリストにメモっとくわ。さてそんな大宝恩寺瑠璃島なんだが、実はその地下には秘密の宮殿があるという噂が存在していてな。中国の歴史書の中には大宝恩寺瑠璃島の地下宮殿には宝物が収蔵されていると記したものもあったため、考古学者の間でもかなり有名な存在となっていたぜ。何それロマンしかないじゃん。ただ長年大宝恩寺瑠璃島周辺の発掘調査が行われてきたものの、肝心の地下宮殿本体が発見されていなかったために長らく実在は謎に包まれていたぜ。しかし2008年に行われた大宝恩寺瑠璃島の発掘作業調査で、地下宮殿の入り口となる塔の基板が発見されたことにより地下宮殿が実在したことが明らかとなったんだ。ほう、ナイス発掘すぎる。1年以上にわたって発掘調査を行った南京市博物館考古学チームのお手柄だな。また発見された塔の基板から宮殿内部を調べたところ、中から石碑や銅線等の宝物が大量に発掘されたぜ。すごー、お宝ザックザクだよ。しかも面白いことに、これら財宝は大宝恩寺瑠璃島が建設された明代よりも1000年ほど古い、壮大のものである可能性が高いことも確認されたぜ。実は大宝恩寺瑠璃島は、壮大頃から存在した長官寺という仏教寺院を原型として作られたものなんだ。そのため地下宮殿から壮大の代物が出てきたということは、地下宮殿が長官寺時代から引き継がれたものであるか、あるいはこの宮殿そのものが長官寺であった可能性が高くなってくるぜ。とんでもないもの見つけちゃってない？もともと長官寺に関する遺物はほとんどなかったために、今回の発見はかなり貴重なものだとして注目されているんだ。ロマンあふれる噂の主役が発見されたと思いきや実は原型となった寺院の手がかりだったなんて。偶然手に入れるにはあまりに大きすぎる手柄だぜ。ロマンからロマンが飛び出してきたって。その後地下宮殿から発見された鉄製の四角い箱の中から、金陵長官寺等身秘蔵遺物石組記録とか枯れた石板が出てきたことで、この地下宮殿が長官寺の遺跡であることが断定されたぜ。加えて箱の中には仏教神骨、つまり釈迦の頭蓋骨であることを記した代物や、七宝は昇華王塔と記された仏教における超重要遺物とされるものまで収められていたんだ。いやー、勝ちぶち上がりすぎだよ。仏教寺院からの出土品として考えれば最高ランクに近い代物だろうな。これには中国全土が大盛り上がりし、遺物を広め寺には国内外から108人の高僧が集められていたぜ。大宝恩寺瑠璃島の謎解明がまさか中国仏教史における大発見にまで繋がるとは誰も思っていなかっただろうな。考古学チームのお手柄具合がすごすぎるって。こうして歴史書でたびたび触れられていた大宝恩寺瑠璃島の地下迷宮が実在していたことが解明され、
その地下迷宮が原型である仏教寺院の遺跡であったこと、そしてかなり貴重な仏教的遺物が収められていたことも判明したぜ。一つのロマンを求めるとその倍ぐらいのロマンがついてくる時があるから、考古学というのは面白いよな。これはさすがに出血大サービスすぎだけどね。3、産地解明で新たな謎誕生？ストーンヘンジ。お次はストーンヘンジを紹介するぜ。こちらは以前別の動画でも取り上げたが、今回のテーマにもぴったりだったから再度紹介させてもらうぜ。どうぞどうぞ、記憶消して聞くから任せて。ストーンヘンジはイギリス南部のソールズベリーから北西に13キロほどの場所に位置するストーンサークルだ。イギリス戦士時代の貴重な遺跡で、14世紀以降には中世の七不思議に、1986年には世界文化遺産に登録されたぜ。誰もが一度は聞いたことはある超有名遺跡ですよ。さてそんなストーンヘンジは謎多き遺跡としても有名なんだが、2020年にその謎の一つだった巨石の産地が解明されたぜ。ストーンヘンジには比較的小さいブルーストーンという石と巨大なサル戦石と呼ばれる砂岩が使用されていたんだが、長年サル戦石の産地は謎のままだったんだ。逆にこれまで石の産地すら謎だったのが驚きだよ。これには訳があってな。というのも先ほども紹介したようにストーンヘンジは世界遺産に登録されているために、遺跡を破壊しかねない調査は一切禁止されていたんだよ。そのため岩の成分等を分析するのに必要なサンプルの採取も行えず、産地の特定は難航していたんだ。その理由は盲点だったわ。一応ポータブル X 線装置を用いた非破壊の分析で、ストーンヘンジにある52個のサル戦石のうち50個が同じ成分でできていることは確認していたんだ。さらにイギリス南部に分布する他のサル戦石を総当たりし見た目や科学的特徴を比較して似たものを探す、といった途方もない作業も行われていたが、結局産地の特定には至っていなかったぜ。この研究者さんの総当たり精神好きすぎる。ところが最近になって、世界遺産登録前の1958年の発掘調査で採取された、ストーンヘンジのサンプルの一部が返還されたことにより産地の謎は解明されることとなったんだ。このサンプルは長年行方不明となっていたんだが、今回の返還で当時発掘調査に関わった掘削工が自宅に持ち帰り保管していたことが明らかとなったぜ。貴重なサンプル持ち帰らないで。ある意味この人はストーンヘンジの謎を生み出した人物とも言えるな。そしてサンプルを用いた破壊調査を行ったところ、なんと拍子抜けするほどあっさり産地の特定に成功したんだ。調査の結果サル戦石の産地はウェストウッズという場所だったぜ。秒で解明されてもうた。60年もの間研究者が悩み続けたのが嘘のようだ。ただ研究者の熱意が凄まじかったのは事実だがな。実はこれまで研究者たちはストーンヘンジのサル戦石は、マールボロダウンズという地域から運ばれた可能性が高いと推測していたんだよ。そして今回解明されたウェストウッズという産地は、なんとこの地域の一部だったんだぜ。うおー、遠回りしたかもしれないけどしっかり答えにたどり着いてた研究者さんたちすごー。ウェストウッズではほとんどのサル戦石が、植物の下に隠れてしまっていたために直接的な調査は行われていなかったようだが、もう少し時間があればサンプルなしでも答えにたどり着いていた可能性まであるぜ。限られた手段と情報の中でここまで答えに近づけるなんて、彼らの熱量と手腕には驚かされるな。天田霊師を穿つとはまさにこのことだわ。また今回の解明で長年謎だとされてきた運搬方法や経路、建造目的の謎にも一歩近づいたとされているぜ。特に運搬経路に関してはストーンヘンジからウェストウッズまでの約25キロの中に候補が絞られたため、解明される日も近いとされているな。いや待って産地遠すぎるな。確かに遠いが、同じくストーンヘンジに使用されていた、1個2から5トンのブルーストーンは約240キロ離れた地点から運ばれているからな。それに比べたらウェストウッズから運ぶのなんて大したことなかったはずだと言われているぜ。比較対象がおかしいって、感覚麻痺してるよ。加えて今回の産地解明により、これまで仮説止まりでしかなかった、サル戦石は一度に運搬され、紀元前2500年頃に一気に円形に配置された、とする説が裏付けられることとなったぜ。これにより当時ストーンヘンジ建造がかなりの大プロジェクトとして扱われていた可能性が示唆されたんだ。どんどんストーンヘンジの姿があらわになってくわ。ただその反面で建造にはどれだけの人数と年数をかけたのか、なぜそれほどの大プロジェクトとして扱われたのかなど深まった謎も多かったがな。一つ謎が解明されると新たな謎が生まれ深まっていく。さすが謎大きい遺跡の名はだてじゃないぜ。謎も多いし解明できそうなものも多い。このシリーズの常連になれる素質しかないよ。4. ピラミッドの中に小さいピラミッドが？チチェンイッツァ。お次はチチェンイッツァを紹介するぜ。チチェンイッツァはメキシコ南部のユカタン半島にあるマヤ文明の遺跡だ。
1988年に世界遺産に登録され、2007年には現代の世界の七不思議に選出されたぜ。声に出して読みたい名前ランキング上位だわ。さてそんなチチェンイッサはマヤの最高神ククルカンを祀ったピラミッドや球技場、天文台などの施設が集まった遺跡なんだ。中でもククルカンのピラミッドはマヤ文明の宗教や暦を知る上で重要だとされ長年調査が行われてきたんだが、1940年代にとある学者がピラミッド内部にさらなる構造物がある可能性を指摘していたんだよ。ピラミッドの中に、そんなことある？実はもともとククルカンのピラミッド上部にある神殿には、小さなピラミッドが内蔵されていることが明らかとなっていたんだ。そのため下部にも何かしらの構造物が内蔵されていてもおかしくないと判断されていたぜ。はい、マトローシカみたいね。ただ当時はピラミッド内部の通路の状態が極めて不安定で、構造物がある可能性こそ示唆されたものの実際に調査することはできなかったんだよ。そのためククルカンのピラミッド内部に本当に構造物があるのか、構造物の正体が何なのかは長年謎のままとなっていたぜ。答えが見れそうで見れないとか一番ムズムズするって。しかし破壊検査の技術が発達したことにより、2015年にとうとうこの謎を解明することに成功したんだ。研究チームが3次元指定高トモグラフィーという破壊検査の技術を用いて調査を行ったところ、なんとククルカンのピラミッド内部にさらに小さなピラミッドがあることが判明したぜ。まさかのピラミッドインピラミッド？そうなんだよ、まさにマトリョーシカだよな。発見された内部ピラミッドはククルカンのピラミッドの半分ほどの高さで、神殿内部のピラミッドと比べてもかなり小さかったぜ。おそらくは550年から900年頃、最後の施工段階までに外側のピラミッドに包まれ現在の状態になったのではないかとされているんだ。よく綺麗に包んだもんだよ。また非破壊検査の結果を画像にした結果、神殿のピラミッドやククルカンのピラミッド、そして今回発見されたピラミッドの並びに規則性はなく、内部で綺麗に並んでいる様子は見られなかったそうだぜ。これにより全てのピラミッドが計画的に設計されたわけではない可能性や、内部にまだ発見されていないピラミッドが存在する可能性が示唆されたぜ。もしかして、7つのピラミッドをつなげると綺麗な模様が浮かび上がってシェンロンが出てくるんじゃ。有名漫画をパクリにパクるな。だが確かにまだ発見されてないピラミッドを含めると何かしらの意味を持つ配置になる可能性は捨てきれないぜ。とはいえ今のところ他のピラミッドを発見することはできておらず、他にもピラミッドが存在するのか、なぜ3つのピラミッドがバラバラに配置されてるのかは謎のままだぜ。また解明から即謎誕生してるよ。また今回発見されたピラミッド内部に何が眠っているのかも未だに謎のままだぜ。今回の調査結果から内部ピラミッドがチチェンイッサ建造初期に作られた可能性が高いことが分かっているため、内部やピラミッドそのものの研究がマヤ文明初期の様子を知るための重要な鍵になるとして研究者たちも期待を寄せていたぜ。内部ピラミッドに謎とロマンがマトリョーシカしてる。チチェンイッサの内部にさらに隠された小さなピラミッド、その実在は解明されたものの、まだまだ謎な部分が多い存在だな。なぜマヤ文明の人々はピラミッドマトリョーシカを作ったのか、他にもピラミッドはあるのか、答えは知りたいが遺跡を破壊したくはないし、非破壊検査の技術がさらなる発展を遂げてくれることを祈るばかりだぜ。5. 実はしょぼかった有名城壁？万里の長城。最後は万里の長城を紹介するぜ。万里の長城は中国に存在する城壁の遺跡で、14世紀以降に中世の世界の七不思議に選出され、1987年には世界遺産にも登録されたんだ。一応初代建造者は始皇帝であるとされているが、その後いくつかの王朝によって修築と移転が繰り返され、現存する万里の長城は大部分が明代に作られたものとなってるぜ。はい、始皇帝さんオンリーで作ったわけじゃないのね。さてそんな万里の長城は、長年建造目的が謎の遺跡とされていたぜ。後年には城壁であるという点から北方異民族の侵攻を防衛するための防御壁として作られた、とする考えが一般化していたが、証拠は乏しく断定はできずにいたんだ。あれ謎に存在する城壁だったの？しかし2020年になってイスラエルにあるヘブライ大学モンゴル科学アカデミーの考古学研究チームが、万里の長城の建造目的を解明したと発表したんだ。それによればなんと万里の長城は軍事目的ではなく、人々の監視と課税で建造されたそうだぜ。定説と方向性が違いすぎる。まず研究チームは最北にある頂上に目星をつけ、2年以上にわたって高精細のドローン撮影や衛星解析によるマッピングを行ったんだ。定説ではこの頂上はチンギスハーンの侵攻を防ぐために築かれたとされており、万里の頂上内でも特に軍事目的に特化して建造されたと考えられていたぜ。ゴリゴリの防御壁って感じね。
ところが調査を進めると、この付近の頂上は保存状態のいい場所でも高さが1メートル、幅が約10メートル程度しかないことが判明したんだ。これで敵の侵攻を止めるなんて到底無理な話だ。せいぜい子供の進撃の巨人ごっこに使われるのが関の山だぜ。いや壁ヒック、そこから出てきても恐怖しないって。加えて頂上が位置していたのは街道近くで、周囲には飼育小屋や壁を管理する兵士の基地と思われる構造物も存在していたんだ。防御壁周辺ともなれば争いが起きやすいはずなのに、こんな場所に建てては戦いにも市民の安全にも影響が出まくりだぜ。ここじゃ防御も戦闘も無理じゃない？これらのことから研究チームは北線の頂上は要塞化された軍事用の建造物ではないと考えたんだ。さらに周囲に街道があったこと、高さの割に道幅が取られていたことなどから、万里の頂上は人々や家畜の移動を監視し、交易など人々の移動に対して課税を行うために作られたものであると結論付けたぜ。確かにこれは納得だよ。軍事用にしては弱すぎるもん。腰くらいまでしか守ってくれない城壁とかあまりにしょぼすぎるしな。それに課税目的で作られたのだとすれば周囲に市民の生活圏があるのも、東西南北の至るところを通過するように長く長く建設されているのも理解できるぜ。税なんてどこの地域でも発生しただろうしね。こうして万里の頂上の建造目的は城壁の強固さに反し、案外平和的であったことが結論付けられたんだ。ただ今回の調査は北方中心に行われたため、別の地域でも同様の目的で建造されていたのかは謎のままだぜ。ひょっとしたら地域ごとに違った目的で建造された城壁が、徐々に連なり万里の頂上と呼ばれるようになった可能性もあるしな。やっぱり解明は謎を生んでいくんだよな。果たして万里の頂上は全て平和的用途で用いられたのか、はたまた地域ごとに差があったのか。これまで何の疑いもなく信じてた定説が覆るというのは何ともワクワクするぜ。果たして当時の人々は宇宙からでも確認できるほど大きな頂上をどんな思いで建造していたんだろうな。というわけで今回は解明された世界の七不思議の謎パート2をお届けしたぜ。解明されたスッキリ感と新たな謎のロマン、そして遺跡を巡ってる気分になるワクワク感がほんとたまんないよ。今回も楽しんでもらえてよかったぜ。こうした雑学を知った上で訪れる現地はこれまた最高だから、動画内で聞いて気になる建造物があった人はぜひいつか自分の足で本物を見に行ってみてくれよな。さてそんなところで今日の動画はここまでにしよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。